ブラックホール。はい、おこんばんは。はい、ブラックホールですよ。おはようございます。八時。おはようございます。はい。ええ、確かに今日は一日ゴロゴロしておりました。何もする気はしなかったという。この、いや、もうこのブラックホールに備えて、体力を温存しておったわけでございます。はい、そんなわけで、いつものやつを元気にやってまいりたいと思います。はい。 それでは行ってまいりましょう。金曜八時はブラックホール。はい。ということでございますよ。はい。もうね、毎週毎週頑張っておりますけれども、え、今週はこれだ。どン。はい、先いつもサムスンにニュー。いつもうサムスンにえう。それです。生放が言ってたやつ。はいはい。これあれですよね。あのえっとパナソニックの CM、加賀美明が作ったやつですよね。そうです。関西。加賀美明先生が。はいはい。 はい、あ大阪電通か。あの頃は あのう金になりました。日本にうなるほど金があった。うなうなってたから。日本の土地全部ったらアメリカが買えると言われてたし。うれえと思って。全部全交換し交換し交換。買えなかったんだよ。交換それは良かったよね。どうなったのかな。だっそうパナソニックのコマーシャルにはルーカスが出てくるわ。ソニーのテレビにはねあのアンディウォーホールが赤青軍ジャイラーって言ってました。綺麗綺麗ってするで。綺麗綺っていうまあのけから。 だって本当に、ね。から年寄りの思い出話でございます。いやいやいや。あと、ちなみに、今日のサムネの、<laughs> うん、あの全裸の座ってる人は誰だという話がありましたが。はい、今出てたんですけど、チャットで。それボブギルドフですから。<laughs> あの、あれピンクフロードザウオールなんで、ね。<laughs> はいはい。あのボブギルドフ先生が全裸で座っております。はい、はい。ということでした。ボブギルドフもね。はい。その時代。 感じる人ですねねそうライブエイドでおなじみのライイブエドでおなじみのということでございますよでまあかねてからね配信は甘えだとかですねディスクを買おうとか言ってる私どもでございますけれどもそうは言ってもやっぱ配信でねいろいろ見ざるをえまいだって配信でしかないやつもあるしそういうことそういうことうん はい、でディスクがあったって配信を見るっていうことですから便利でいいよねっていうことです <laughs> そうだからそれ配信で見始めたからこれディスクの方がいいなと思ってディスク出してきて入れることもあるし、ね、分かる分かるねと、うん、っていうことなんですよすなので今日は、えー、配信で見たやつっていう特集でございますよ、うんはい、その前にこれかはい「はい、いつも something new も」とは87年 <laughs> はい 2年に7年にパナソニックです、ねうん、がやったんでここのヨーダとかスリーピオとか、まあ、イォークが出てくるのもあったりチューバッカとか、うん、あのアトラク用じゃないものを使ってると思うんですけど、うん、それを電通の人間がよく訳も分からずにベタベタ素手で触ったかと思うと、うん、本当にもうぞっとするというか恐ろしい思いになりますね。 しかしまあね、いい時代でしたね。まあ金があるわね。ねえ、まあ、うん、金があれば何でもできるということをね。え、うん、消費してくれた時代でしたね。企業企業コマーシャルですもんね。企業コマーシャルっていうかそうなんかそのイメージ、<業>イメージでも、ね、だからあのココの製品にもこのいつもサムシンューは絶対入ってんだよ、ね、ちっちゃくね、うん、なんか広告の時に。 えなおかつこれあれでしょそのルーカスパナソニックプレゼンツみたいなんでなんかやってましたよね、うん、そのあそれはねもうちょっと後からジョージ・ルーカススーパーライブアドベンチャー、うんね、行きましたいつも行ってますけどもあれインディーとウィーローとタッカーとスター・ウォーズが一緒になったステージのショーで僕が行った回は「 虎ラが檻から出てこなくてですね。インディ役の人が前で困ってたっていう。ハッカーはどうすんの？タッカーはなんか車なんかなんか被せたのかな。ハッカーとインディはどう絡むとか全然わかんない。もうどうなってたか全然覚えてないんですよ。なんか高いねなんかねこうあのなんか顔のなんかついたなんかカってシェイクじゃないななんか買ったような気がしますけどね。え UHx1138 がやっぱり出てきて恐しかったですね。UHx1138 だたら暗くなるやつ。だ 確かにね、そういう時代でした、ウォーレン・オーツも CM 出てた、パイオニア、ロンサム、カウボーイっていうね、変わってるようなコマーシャルでね。アラン・ドローンも出てたしね。ドローンとかルーカスは分かりますけど、ウォーレン・オーツをコマーシャルに出そうって、どういう企画書を書いて、だから好きなんどうやって通したんだろうあの頃はそういうさ、担当者の趣味だけで通っちゃったりするものが結構あったよね、金があったね、金が。はい とということでございます、はいはい、で、えー、っとこ今,日今週は我々が最近見たやつとかあるいは、えー、ご覧の皆さんからもですね、うん、お便り頂きまして最近見たやつを教えていただく感じでですね、うん、なんかなかなか熱いお便りがいっぱいそうそうそう,そう今日もねたくさんいただいたんですよ、うん、はいなのでございます、えー、どうしようかな私が最近見たやつからいってみようかなおはいドン てるるるはいはいまあこれこんな感じでねでちょっとイメージ、はい、イメージです <laughs> なんだそれ <laughs> はい最近見たこれこれケチャレじゃそうですああっつってああっ,って言ってももうダメだーっ,っていうところですね毎日そんな生活をしています最近見たやつつってもあのまずこれニューネクストでアルパチの実力ローセン三連発っていうのが見られるんですなるほど。<laughs> あのドラマです、全部 HBO のドラマだったやつですね、でこれなんか古いです、2010年ですから、当時、日本では見られなくて、輸入 DVD とか買ったなと思ったもんです、これ、自殺マシン作ってですそうです、逆、ケボキアン博士、ねおなじみの、でまその人物、その人にパチーノが扮しますという、これが第一弾、監督はバリー・レビンソンですね。そうなん まあなんかエミー賞かなんかは取ってるはずです大体こういうので、えー、パチーノがはい見ようでパチーノ実力、ね、そう、うん、まだね13年14年前ですから、うん、で、えー、第,第3連発その2、えー、フィル・スペクター,おー ね、これヘレン・ミレン共演で、えー、フィル・スペクターが、まああのー、ご存知の通り、えーはい、殺人事件の容疑者になりましてヘレン・ミレンがその、えー、弁護士っていう役、ん、すごいな、うん、すごいでしょこれはデイビッド・マメット監督脚本だったかな<う>なかなかねこれも見事な、えーえー、でもパチーノがですね、まあ、あのフィル・スペクターっていう人のことはあのー、そこまで ヒルスペクトはその人の、えー、人物像っていうのは名前は知ってるけどね名前とか功績は知ってますけど、うん、ああきっとこういう人だったんだろうなっていうねこれが10年前11年前ですね、うん、で、えー、となんでこ,こ,これを以前も見てたんですけど3連発見直してたかっていうと最後にこれがパタ上パターの落ちた名称ってこれも実力でして、えー、とこれはアメリカのカレッジ,カレッジフットボールの、はいはい えー、名監督、<ー>大監督と言われた人で、<ー>もうアメリカの。 パターーー、うん、アメリカのヒーローみたいな人な人んですね、うんうん、でなんだっけな400 500勝ぐらいしてるんですね。うん、えどこの、まあ、どこのって,って聞いても分かんないからね。500勝 100, な500勝100何杯みたいな大記録を持ってる監督なんですけど、はいはい、この人の下にいたコーチが性的虐待で、えー、と訴追されて、うん、でこのジョー・パターノというこの人はその。 事実を知っていたにもかかわらず、まあ何もしなかったっていうことで、でその四百五百五百件五百勝のうちのね、その事実を知ってただろうお前っていうあたりまで遡って、うん、その記録を抹消されたっていう。<laughs> そういうい人ですそれ,それはでも関係なくないですか、うん、ダメなのダメなのか、うん、ななかんかね、やっぱアメリカってそういうとこあんだなっていう、ね、これ全部 HBO 全部 HBO ですね、だから<ー>これは、えー、とまたバリー・レヴィンソン監督に戻りまして,っていう、そうか u n i x t は HBO と、ね、そ,うそうそうそう、そうだからなかなかね、見られるところなかったんですけど、うん、これ、配信には載ってますんで、皆さん見てくださいっていう、で18年、これももう結構前ですけど、またこれやってくんないかなって、実力路線ね、うん、っていうことですね。はい で、やっぱりこの三者三様に、やっぱり全部パチーノなんですけど。パチーノ、何やってもパチーノじゃないですか、やっぱり。全部演説シーンは。えっとね、そうでもないかも。あ、そうなの。ええ、ジャックケボーキアンは、えっと。あれですね、裁判に呼ばれてって、召喚されて。呼ばれて。呼ばれて。出庭してあだこだっていう、ありますけども、やっぱり三者三様に全然違う人。それぞれに問題がある。 けれどもっていうのなかなかやっぱりねパチのバリエーションが楽しめますよっていうことです見てくださいはい面白そうねあと最近見たやつっていうか最近見てたやつはこれだおやたら一生懸命見してたやつこれね毎週えもう見てないな終わりました終わった終わりました全何話だったかな全8話だったかな1話1時間1話1時間弱ですね40分50分ぐらい割って 毎週これ始ま,ああ始まったとか言ってあの正座して見てたですよ。うん、なるほど。まあねやっぱコングの前に見とかねいとダメかそう思うじゃないですかうん、うん、でお便り頂い,いてて「落ち葉ひろいさん、えー、見てる人が少なそうなモナークレガシー・オブ・モンスターズについて朗報です」はいはい「安心してくださいゴジラ・コングは新たなる帝国への振りはないです」まあ、あのそうなの とはいえポストクレジットで本作のカート・ラッセルが唐突に出てきて劇場がクエスチョンマークでいっぱいになる展開はありえそうはいドクロ島の巨神以前の、えー、50年代初期とレジェンダリーゴジラ、えー、キングオブ・モンスターズの間の2015年を主な舞台とする本作ですがドクロ島でジョン・グッドマンが演じたウィリアム・ランダの青年期を描いている以外は映画を補完するような展開はほぼありません,んオタク的にニヤニヤできる小ネタや設定は豊富で、えー、ゴジラや他の怪獣もちょくちょく姿を 各あの引きもよく配信中は楽しめたのですがシーズン終わってみれば。 結局、何の話だったんだという感想になるタイプのドラマでした。いまさしくその通りで、すね <laughs> で印象的だったのは、ブラックホールのゴジラマイナスワン回で、岐阜県由紀さんのお手紙にあった、アメリカ人はソ連にゴジラを誘導するくらいのことはするという話が、劇中でもセリフとして出てきたことです。お<ー>これはブラックホールで言ってたやつやんと、改めて驚きましたっていうね、ことなんですけど、<お>そうそう。まああのあ 見てたんじゃない50年代とねその2015年っていうその2つの時代を行ったり来たりとかっていうんで結構その6話5話6話ぐらいずっとその話を見せられてて確かにおっしゃる通りでこれ何の話なんだろうっていうのは見てる途中から思ってたんですけど。うん まあでね、この間もどっかでお話ししたと思うんですけどここの、えー、配信で、うん、あのカート・ラッセル出てくるんですはい、はい、で50年代はワイアット・ラッセルっていう息子の俳優がカート・ラッセルの若い頃を演じる、うん、で2015年にはカート・ラッセルが老けた姿で出てくる、うんね、親子で同じ人物を演じるというこれいいねと思うんですけど、うんあのー、カート・ラッセルがどう考えても90歳でなきゃおかしい年齢設定としてね。そうなんです、うん 90歳でカートラッ今まあ今カートラッってもういい年ですけど90はないだろうみたいなで走り回っちゃったりとかして元気かとか思っててもしかたら劇中でまあよく言われるんだよって若く見られるんだよ俺それで片付けんのと思ったらまさかのやっぱずっと見とくもんであのうう後ろの方でまさかのですねびっくりがありましたねあるんですよ皆さん途中で辞めてる人見てください実はクローンだっくり いやもっとびっくりもっとびっくりもっとびっくりえっえー、っえっえー、っえ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 っなっえっえっのっえっえっえっいっえ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 っかっえ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 っそっえっあっえ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 ったっえ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 っっえっえかっえ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 っ 新たなる帝国への振りはないですね確かにね、うん、ゴジラ対コングの直前ぐらいでい終わるんですよ確か今回そういうことかそう。だから今その話見せられてどうすんだろうって思うとこは確かにあるんですけど、うん、ただ面白かったですよみんな見てくださいねえあの実は幼馴染だったとかそういう話え、ゴジラとコングがそういう話 <laughs> さんまのちんってやるんじゃ、なんか、なんか仲、仲良さそうだった、まあ、仲良さそう、そうね、うん、一緒にはけ、かことをしてます、ね。そうですね。そうです。まあ、仲良くなりましたからね、うんうん、っていう感じ。ただ、やっぱり、その、日本の、面白し日本も出てくるし、みんないいんじゃないですか、見てくださいね。うん、はい。そんな感じでございますよ。うん、ええー、それから、ええー、お便りい,い,いただきましたが。これがモナークね。はい。これがそうね。あ、これね。はい。 そうなんでございますうん、うん、ゴジラも出てくるよはい、ね、えーそれからソーラーベイビーズさんはい年末からユーネクストに入会、えー、ウォッチメン、ピースメーカー、カジノ、アイマニジャスティスリーグ、<laughs> ザック・スナイダー・カットなどなど鑑賞していますその中から作品を紹介させてくださいはい、えー、その1デビッド・ホームズ生き残った男の子はい。 映画ハリー・ポッターシリーズの主人公ハリーのスタンドダブルを、えー、スタンドダブルを務めたデビッド・ホームズのドキュメンタリーです彼は26歳、えー、7作目のリハーサル中に首の骨を折り下半身不随となってしまいましたハリー役のダニエルとは18の時に知り合い6歳離れているものの同じ撮影現場で兄弟のように過ごし大人になった今でもフラットな関係を続けていることがよく伝わってきます 一方、えー、スタント現場を仕切っていた監督は、デビッドの現状に向き合うことができず、心にトラウマを残している様子で、えー、言葉でよく聞く、償えない罪を一生背負っている人を見た気がしました。えー、首を折った当人は、父のように慕っていた彼と一緒に当時を振り返りたいようですが。 デイビッドは動いていた腕も動かなくなりつつありいつ,までも、えー、いつまで車椅子を、えー、自分で操作できるかわからない状況ですがポッドキャストやチャリティーイベント主催など積極的に活動する姿に勇気をもらいましたという<ー>こんなことがスタント事故だねあーあったんですね、うん、そんなことがね、うん、はい、はい、でもう一丁、えー、その 2&justlike that sex and the city 新章、はいうん 96年から2010年ドラマ6本と映画2本が制作された、えー、女4人の、えー、友情物語の続編です新章はシーズン2まであります女の友情を描いた作品なのでリアル世界で仲が悪かったらしく <laughs> オリジナルの4人で話が続けられなかったことが残念ですそしてもうネタバレしますがシリーズすべてと映画1本使いようやく主人公キャリーが結婚した男性が続編1話目であっけなく亡くなるというあんまりな展開に顔が梅干しみたいになりました <laughs> 追いもすればパートナーとのし別もありましょうが1話目なのはあんまりですその後も人種問題、えー、不妊が原因での離婚キャリアとかでパートナーの多いセクシャリティ問題等々社会問題てんこ盛りエピソードが続き昔は自分がどう輝くかがテーマだったけど今は変わりゆく変化にどう、えー、向き合うかがテーマなのだなと思いました友達と90年代のゲックドラマを見てやばい小沢有二が飲酒運転してる オフィスに横着み女がいる、タクシー乗りすぎ、金持ちか、などなど、えー、悲鳴を上げたんですが、このシリーズには時代を感じるトレンディードラマとして、えー、2030年版、2040年版と、長く続いてほしいと思いますというね。いやまあ、しかし、もういい年でしょう、<れ>この人たちも。ね、キム・キャットラルがだから、あんまり、なんかもう、ね、ガチで仲悪くて、うん、最後、なんか電話で1分出たみたいな感じでしょ、うんうん、電話出演みたいな。って、うん、いう話ですよね、なん,、えー、でなんかあのミスター・ビッグっていうあの主人公、ね、あれが結婚した。うん 男性ってまさにあれはクリス・ノースっていう人はあのー、なんだっけ性的暴行疑惑かなんかで降板、えー、したんですね。あの人は昔ねあのだってあのなんだっけ「ロー・アンド・オーダー」とか出てよかったんです、ね、はいはい、はいはい、っていうことなんですよ。ねはいでまずはこれだ、えー、デイビッド・ホームズ。はははこれもちょっと見てみようこれ見てみましょうね。うん、一応「ハリー・ポッター」全部見たからな、うんうん、あっちは見てないけどね。ね 何とかかんとかの何とかかんとか見てないでけどファンタスティックそそれれファンタビア見てないんですけどはいはいファンタビアすいません何とかかんとかの何とかかんとかってなんだ何も何も分からないまあでもねハリー・ポッターシリーズの裏にそんな話があったとはっていうことですダニエル・アドクリフは仲良くしてるのはいいねいいことだねえはいそれからまあこっちね セックスアンドザシティー、新章アンドジャストライクザット。そうそう、一応この中に、ね、お便りの後に、この絵を入れてあるんで。お便り読めたら、そっちで飛ばしてもらえると、はいはい、そっちをワイプで出しながら。まあ、こういうふうに二本あると無理なんだけど、そうだね、なんかそれができるように。わ、うん、かりました。である。っていうことなんですね。はい、セックスアンドザシティーね。あ、でも全然見てないんだよ、こ俺。セックスアンドザシティーはなんか一番短いから、サクサク見れるって話なんですよね。うん なんかえ二十分ぐらいでしょ？うん何度かんだ俺結構見てたんですよ。あそうなんの？うん、んいや最初にだから、ね。いやまあ時代を隠すドラマなの間違いないんですけど。うん。ねなんかねうちの奥さんから聞いたんですけど。 みたいなな感じんですだから女版007みたいな感じ最初のやつはねうまいもの食ってうんち食って男にモテるみたいな男にモテるし能力に耐えてでお金もあるしみたいなそういうんかねそこらしいんですよねだからいろんな楽しみ方ができるんだと思いますそうなんでね ねえこのタイトルを最初に聞いて「おな何?」って言って正座して見た記憶セックス」ってさてるから <laughs> そ,うそうそう何?「セックス」みたいな <laughs> でもさそれさセックスと嘘とビデオテープとかさ <laughs> あれもそうですねあのね、うん、あの,そのセックスにひかれてみるとあんまりそうでもないなみたいなそうなんですよくする話ではありますけど昔はの裸の街って、ね あのテレビ欄に裸の町ついてんのまあ怪しい危ないよね。TBS 系でなんか夜中にね裸の街って書いてあって何裸の街って言って小学生ぐらいでしたけど <laughs>、うん、あのー、すんごい息を潜めてテレビをつけてですね夜中に、うん、そしたら渋い白黒の刑事ドラマが始まって、ねいい。いい話です <laughs> いいいい,いい映画でしす。ま <laughs> ず見ちゃったって話ありましたからね。のなん裸のキスとかね。前にさ、うん、あの門ってあの、えー、バーがあるじゃないですか。はい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 。 映画のタイトルのアクテリアを作ってくれるっていうこしゃれた店があってそこでねまさにそういう話をしていてお客様ちょっとセックスとかあまり大声で言わないようにって一部されたことがありまあっすごいそれ言うんですよ僕はだって言ってたのにマネー夫人と会社やがよとか言って30年ぐらい前だと思うんですけどなんか隣の席の人と話したから隣の人と話さないでくださいって言われてえっだめなんだと思っていろいろ厳しかった三十年言ってないですけ ということでございます、うん、ね。まあ、裸のランチもそう思って見に来た人いるのかなそうじゃないですか <laughs> まさかとか言ってでも裸いっぱい出るから裸は出てきた確かにね,かにね、うん、でもベンウェイとかうん。確かになということでございましたベベはい。それから、えー、キリバンフみニげ屋さんです、えー、リーチャー正義のアウトローこの作品はねやたらとお勧すすめしてくれた方が今回いっぱいいてあそう ちょっと代表して「キリバン・踏みにぎや」さんの紹介しますけども「プライムビデオで配信中、えー、みんな大好きトム・クルバンジャック・リーチャー」に原作と違うと不満を持った原作者が Amazon と作ったドラマシリーズ。 主人公がやたらとでかい男でなるほどトム・クルーズとは違いますしかしこの人役者としてはいまいちなのかシーズン1最終話では衝撃の CG 涙を披露します <laughs> マジで思わず椅子から立ち上がったところはそっくらいで、えー、全体的には「ふんまあ、いいじゃん」という感想だったシーズン1。 しかし最近になって配信されたシーズン2は A、ええ、じゃないか A、ええ、じゃないかとわしょいわしょしたくなる出来でした話はいい感じにスケールアップ主人公のアウトローとしての冷酷、えー、無比ぶりもマシマシになっていますさらに、えー、敵役のロバート・パトリックは最後の最後まで金だけがモチベーションのクズ ネタバレになるかもしれませんが最終的には「いややめてこう殺さないで」とかなり情けない姿を見せてくれるので気持ちがいいうん、うん、先日敵役は敵役としての役割を最後まで全うしてほしいと切に願っていた屋敷さんにおすすめです、はい、ちなみにシーズン2から見始めても問題ありませんよというねなるほどこれがそうだ、はい、なるほどでもまあ1から見ちゃうよねこれはねシーズン2からって,ってなんか2から見れることってないもんわ、ね、<laughs> かるわかる <laughs> それは、ね、そうね難しいです、ね、このジャック・リーチャーの役の人はあれです、えー、とこの間の間ワイルド,スピードファイアー ブーストに出てきたあのほらもうあと結託していた CIA だか謎組織だかのほらブリー・ラーソンの上司でですねああ分かった分かったいたいムキムキしてた人いたでしょあれかあの人分かんねえとか言ってあの人ぼんやりとは分かったそうそうはいえまあ確かにものすごい体してましたけどまあ彼がねだってこの絵だってさ ストシックスのキャラクターみたいなのね。CG っぽいよね。アランリッチさんこの人が CG の涙を流すんだ。すごいな。だから本人も CG じゃないの。すごい。体は作ったけど涙の方は CG だった。ね。普通は逆だよね。あ、そうそう。車で解決する時代は終わったって言ってた人です。あ、そうあ、それね。はい。バーベキュー嫌いな人。そう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 。車で解決する時代。車で解決する時代っていうのはあったことになってんのかしら。すごいな。ということでございましたよ。リーチゃんね。 なかなかちょっとあの見てみましょうね。ご機嫌なんですね。バーベキュー好きの車カルトやろうがって言ってました。あ,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 あモモアマンと決闘はそれ終盤のネタバレまたネタバレしちゃった。すいませんねあのブラックホールは基本的にネタバレをポロポロしますんで。全く、まあ、全然関係ないあネタバレ、ね、<laughs> 確かに, <laughs> 確かにそれは,それはもらい事故みたい,い,い事故。<laughs> 明すみませんね。まだワイルドスピードファイヤーブーストご覧でない方には大変失礼いたしました。すいません。あの反省します。うん、はい。ということですね。はい。すいませんでした、はい。というところでだ、はい、えー、よしさんが最近見たやつ。最近見たやつね。はい。こんな感じなのね。こんな感じで正座してみております。はい。はい <laughs> はい、それかでだ、えーえー、まずこれ。 はい、あこれねこれちょっと前なんですけど10年ぐらい前ねあの、うん、ドキュメンタリーですけど10年以上前かウエスト・オブ・メンフェス自衛の戦いウエスト・メンフェス理事件の話ですよねなんですがこれはだからそのこれピーター・ジャクソンが肝売りで作っててだからピーター・ジャクソンが白い犯罪マニアみたいになってやばいんですけどピーター・ジャクソンがめちゃくちゃお金出して捜査させて <laughs>、うん、いろんな人雇って調査して結果、まあ本当にいろんなことが明らかになって、うん、ほぼほぼ犯人も確定してるんですけども、うん、しかしその一方で彼らはその司法取引で罪を認め 止めたという定義しない限り外に出られないという非常にその三人組がね3人組がンあの3人組スス3が、うん、そのなんかすごい変なあれ変なねアメリカの司法取引制度なんですよね変な制度でとにかくだからその単に司法側のメンツを守るためだけみたいな制度なんですよねうん、うん、でだから有罪ということを認め書類上認めない限り釈放されないとっていうすごいあの悪辣な 悪つだって嫌な感じ,じなんですけどねそれに、うん、それでまあそれでも出るしかないっつってでも一人最後まで頑張るんですけど、うん、っていうようなことも描かれてるしあのまあそれでその最初のうちね結構本当にまあ,あのなんだっけウエスト・メンフィス・リーの話はえと昔のドキュメンタリーとかであしあの怪しいあのクソ・ジジイがいたじゃないですか、うん、あれにだいぶ引っ張り回されてみんな俺もあいつあマーク・バイアーズか <laughs> マーク・バイアーズのクソ・ジジン決まってんじゃんだって歯とか全部抜いてるしか思ってたらあれは単に目立ちたがらのクソ・ジジイだったことがその後判明してですね。<laughs> うん いろいろあってだからやっぱり思っているのと違うのとかその初期からねそのパラダイス・ロスとかぐらいから見てると、うんはい、その時ってその亡くなった子供たち、まあ、マーク・バイアーズもそうですけど、まあ、亡くなった子供の親御さんとかもみんな老けちゃってね、うん、でこの人たちのこの年月っていうのはその中に入ってる彼らウェスト・メンフィス3の3人が一番もちろん大変ですけども外にいるそれこそ殺された親御さんたちはねどういう気持ちで過ごしてきたのかみたいなこともいろいろ考えさせられるしあのすごくそのあ,のあとタイトにまとまってて2時間半あるんですけどタイトにまとまって。 ままとまってその事件の全貌とかどういう展開を経たのかとかそれからどういうふうにサタニッパニックとつながってるかみたいなこともちゃんと描かれててあのウエスト・メンフィス・リー事件についてあの知りたかったら初期のドキュメンタリーもみ見てみとくに越したことはないですけどこれ一本で大体全部これあの僕が一番好き好き,って好きっていうか面白いなと思うのはデミアイコールズが結局魔術師になっちゃって。 あそうなんそうそうですねちゃんと魔術をやってきっちり修行、まあ、獄中でね、修行して、魔術師になって、で魔術がちゃんと聞いたんだよってです、ね、言うんです、魔術が聞いたから、俺はちゃんと出られ,る出られたんだって、これは誰も,誰もその対抗できないというか、うん、反論できない、うんうんね、でも本当にね、だってあの、なんかとんでもない殺人事件が起きた時にですよ。 ちょっとなんか黒い服着てメタルとか着てそうなやつがいるんで、はい逮捕っていうね。そこから始まった事件ですからね。まあその背景ももちろんそのサタニックパニックでもあるんで、はいということでこれはすごく面白いっていうか興味深い。面白いしあのでぐいぐい見せるしね。はいはい。であのピーター・ジャクソンもちょくちょく出てきていろんなこと話してくれるんで。なるほどおすすめです。なるほど。はい。マイリストに放り込んできた。そうですね。皆さんどんどんマイリストにね放り込んでください。そうですね。今日はマイリストに放り込みながら見るので。そういうことですね。はい。そうですね。そしてこれ。 ほっとくとアマプラとかで30年代とか50年代の映画ばっか見ちゃうっていうことがあってですね、まあ、最近っていうかここで年末年始に見たやつですけど、うん、文化発るところっていうのもめちゃくちゃ面白いんですけどはい、はい、前にお話したしそ,そうそう前にちょっと話したやつです、うん、この「ふたつき女」っていうのはこのベティ・デイビスとが出てくる話なんですけどこれ本当にあに今のキャバ嬢と全く同じような話で,、うん、であのバッグにヤクザが付いてる、うん、あのキャバ嬢がみんなで運び休んでるんですよ。うんうんうん それでそ,のそうしたらそのヤクザがいろいろ脅してくんだ来るのに逆らえないと、うん、みんなでどうこうしてるうちにあの自分の妹かなんかがヤクザを怒らせて、うん、あの階段から突き落とされて死んじゃってですね、うん、でそれをじゃあ立ち上がって裁判やるかって言ったらみんなちょっとできないわみたいなことになってくみたいなことなんだけども、うん、そこのところの,そのなんか仕切り仕切られ関係とか、うん、金がどういうになってるかとかその力関係とかがあのはっきり言って今あの2020年代の日本の東京って言われても信じるぐらいの感じですごいあの。うん なんていうのかな、そこ、全く変わんないんだなってこと、を逆に思っと、ね。思、うん、なるほどね。はい。で、この狙撃者というのはですね。はい。これはですね、この主人公が。女をめと発作的に銃を持って撃ちたくなるっていう変態でそ。それは狙撃者という。のか、まあ、それは、まあ、い、ま、た、あ、してスナイプしたくなるんですね。<laughs> はいええ、なんですが、で、彼は、だけど、その昔なんか、ちょっと、つま、別のことを、つかまたことは、暴力事件かなんかで、ね。はい、で、もう、これ、泣いてて、ここに紙切れが貼ってあると思うんですけど、ね、ポスターに。はい、ここにね。頼む、俺を捕まえてくれ、って書いてあるんですよ。はい <laughs> なんだけどなかなか捕まえてくれないんでどんどん打ち殺してしまうって話なんですがこの映画の面白いところはですね警察が非常に有能なところでのだこういう手がかりがあって警察がそれを見てるのに見落とすなって映画だと思うんですが全部気づくんですよね、これということはとか言って鋭いみたいな最終的にちゃんと追い詰めるんですごく警察が優秀な珍しい映画です。 主演アドルフマンジュ。お、アドルフマンジュ。いってすごい名前だなって昔思います。文化つるところっていうのも本当に崩ちの崩ち人間が、あの南洋の島行ってさらに崩し磨きをかけるっていうもう最低な映画なんで、最低な人間のそのロマンを描いた映画なんで本当にぜひ最低な人間のロマン。植民地主義への批判もすごいなるほどな。この辺見よう。三本はい。 および。および。なんだこれ。これはね、本当ハザード題名がひどいんですけども。はい、これハザード、<laughs> ハザードっていうオランダ映画で。はい で、こあの奥の友達で映画監督のトレント・ハーガーっていうステートキル取った人いるんですけ脚本家としてのほが有名なんですけど去年カレンチに泊めてもらった時に「ハザード」って映画ができたんだとで、オランダ人が監督して自分の脚本でやっていろいろ評判になってるですからうつ日本でやんだったらポスター作らせてと思って帰ってから見たらもう UNEXT にあんじゃんこれみたいなしかもこんな名前でしかもこんな名前であってこれはですねどういう話かっていうとこの主人公は今はんか奥さんと子供いて足洗って頑張って て暮らそうとしてるんですけども、うん、刑務所から出たてのクズが「おっ久しぶりにいっちゅうやろうぜ」とかって声かけてきたせいで、うん、車でどっかまで連れてじゃあ俺は車の中で待ってるから」したらなんか叩きをやってきたらしく、うん、しかもそこんちがやばい家でなんか絶対持って出ちゃいけないものだけ持って逃げてきたのが <laughs> 車に乗ってそれにっ引っ張り回されて大変なことになるっていう、うん、まあ巻き込まれ方なんですけどもあのすごいのはですねこれですねあの前編、うん、車からカメラが一回見てない、ねうん、っってていうことでやってるし、うん、そのあとこの なんだろうオランダ人の中ねがさつなギャグみたいのもいっぱいあってすごい楽しめる映画なんでこの題名に騙されないでちょっとね,ね<え>そうですね、うん、これはそう言われなかったらこれだったら見ないですもんね,ね、うん、そうなんですよ。っていうことなんだ。 だからまあ車で走ってるからってことなんでしょうけど意欲作でしょほんと面白いと思って皆さんだされずに見てくのたら是非ご覧ください多分ね見たら結構相当満足できると思うああゲオで先行レンタルされていゲオで先行だったのかなそうそうなるほどねというのがありましたはいはいそしてこれ今日はこれね今日はこれ用に考えたんですけど なんかいろんな映画祭とかって今配信で再現できたりしてとか思って <laughs> でこの第1回スプラッタムービーフェスティバル85年かなあったと思いますけども行きましたがあのこれが自宅でできるかなと思って調べてでも「雑ショック」とかないよなとか思ったらえと上にあるブルーの字のとこは全部あったんですよ。本

これいつになったらできるかっていうのを注視していきたいなど。注視していきたい。雑雑ショックは僕ね、昨年ブルーレイを買いましたよ。ブルーレイが出てんの？アメリカで出てました。そうなんだ。あ、顔。そうかなんかあれですよね。そのなんかザあのホラー版ザッツエンターテイメントみたいな。そうそうそう。雑ショックとあれカミングスーンって別？カミングスーンは別。そうですね。予告編がいっぱい入ってるね。あ、そうだ予ショックはジェイミリカーチスか？そうそう。ドナルド・プレザーズみたいなやつだね。そうだよね。 はいとといいうこなんでつになったら第1回スプラッタムービーフェスティバルが配信だけで再現できるねちょっと注視していきたいなんか下に今ないやつ上がってきても今度は上が消えたりするからねそうなのよちょっとこれ緊張してきたなでもさみんななんかそういう意味でさなんとかのオールナイトが再現できるかとかさあそれはいいかもしれないなちょっと面白い遊びかもしれないですよそそううということなんでございますよ。 でも本当はにアマプラかユーネクストですね。アマプラかユーネクストね。うん、映画はね。ユーネクストとかも、でアマプラもユーネクストもだからそのね、ね本当に、ま、マジで昔だったら、うん、すっごいひしこいで輸入版探すしかなかったみたいな、はいはい、とんでもない映画、あのー、マノスとかね、うん、あの、はい、<laughs> とか、あとなんだっけな、あの、あれ、なんか、あのゾンタじゃないけど、まあ、ひどい B 級 C 級みたいなのが本当山ほどあって、うんでまあ、大体字幕がひどかったりもするんですけども、はいはい、それでも、家でこんなのが。 見られんのみたいなのがいっぱいあってあ<ー>本当それで,あ<ー>でまあだから本当はねあのじ時期によって僕もだからその昔の映画でも今はその50年代30年代のそういう割といろんなの見ててちょっと前は「ノワアウル地獄」だったりうん、うん、ちょっと前はそのなんか SF ホラーのほんととんでもないマイナーのが端からだっておすすめで下に出てくるからさ、うん、どんどん見ちゃうじゃん、はい、でそういうのを始めると止まらなくなって楽しいのでおすすめ、はい、っていうかみんなやってるかそれはね <laughs> <laughs> 普通に。といういうねはい。 配信の旧作、ね、変な旧作作ねね変ないいです、ねうんうん、面白い,、はい。ということでございましたてそ,それで言おうと思ってた、はい、ごめんなさいで僕はあのほら「Fade to Black」って映画好きじゃないですか。あれはあの主人公がねすごい映画マニアで、うん、アメリカで80あれえっと3年かなの映画だけど、うん、あの。 彼はだからケーブルテレビに入りまくってて本人は16人の映写機持ってるんだけど16人の8人も持ってるんだけどそれと別にケーブルテレビに入りまくっててそれで毎日その時間単位でチェックしてでこれはもう4回見たから裏のこれを見るとしてとかこっちは2回しか見てないしとかってやってるん,んですけどそれにやっと時代がっていうか日本でその自分の環境がその配信によってやっとフェードトゥーブラックのあれに近づいたなと思ってっそういう喜びがあったりします。はい、確かに、ね アマゾンプライムだとシネフィルワウワウとかスターチャンネル EX ってのも見られるのね。それであのタルサキングってスタローネズ見なきゃいけないんだな。ね。はい。別料金な。じゃないですかね、多分ね。アマプラワウワウ料も払いに行く。はい、契約するみたいな感じなんですかね。それね、気をつけないと、どんどん入って大変なことになるそうなんですよ。そうなんですよ。はい。そんな感じでございました。ね。そういう楽しみもありますよということと、はい。お便りです。 ゴス、えー、に頭を蹴られて脳震盪を起こした死体役の人、軽装中だそ中でんだそうです。昨年見た配信作品のベストは麻生カ時点はマンダローリアンシーズン3です。マンドーの方はグローグと仲良く暮らしてこのまま完結でもいいぐらいだと思ったんですが麻生、うん、カの終わり方には絶望を禁じえません。 私はプリクエルもギリギリ間に合わなかった世代なんですが柳下さんとヨシキさんがスパイ,スパイダーバースイでおっしゃっていた帝国の逆襲を見た時の絶望をまさか再現してくれるとは思いませんでした <laughs> えーストンのタイミングが重なった等の事情はあると思うんですが、えー、シーズン2の制作が発表されて一安心です。 思わせぶりな伏線を張って、会社都合で回収できない様は某ジャスティスリーグなどで見てきたので、さすがにえクローンウォーズ、反乱者たちと続いてきたこの壮大なサーガは完結してさせてくれと、経験に念じる日々です。今はジョン・ファブロー監督の映画、ザ・マンダロリアングローグの公開を楽しみに、追い先短い日々を送っております。サビーヌ役にナターシャ流・リ、え、ュー・ボルディッツォを配役した東洋的な重量感のある盾が良かったです。 えー、余談ですが、えー、ストア家から俳優たちがオフショットを次々に SNS にアップし始め、サビーヌとシン・ハティが仲良く踊っている姿にほくほくしています。あそかはシークエルオマージュが多いので、この因縁の二人がラストになど妄想がはかどります。I have とといいうことでございますアー そうかね、そうかでねちょっと方向性を決めてくれるのかと思ったら、はい、持ち越しみたいなことになってしまったので、どっちでもいいんですよ、本当に。どっちでもいいから決めるだけ決めてよっていうね、あの気持ちになってるんですけどね、そこはね、でもだって、次の映画版でも決めないつもりなんだもん、3本作るんだから、あれね、「スター・ウォーズ」の次の「トリーじーですけど、それだから3本あって、つながってない、別々の話ですから。 なね、トリロジーって言ってんだけども全部別々のの単発の作品なんですだからそのレイさんの話をやるのとマンドロリアンの話をやるのだから時代もバラバラだしってことなんですよねだからそこでだから一本化できてないじゃんって思うんですけど。うんうん どうなることやろまだ分かる、ねまあ、とりあえずサ本作ってみて一番評判の良かったりしてやろうとそうそういうことはやめようよもうって、うん、まあ思いますけどね,ねで、ま、たなんかレイが主演の新作はなんかまた延期とか延期、うん、そんなニュースをおとっついぐらい見た気が,気がしましたけどね。顔色見るんだったら「そのえいや」ってやって「これうちはこれだよ」って言ってくれたら。うんうんうん まあそういう店かって思うじゃんね。そう思うね。そしたら諦めもつくんですけどね。ここまで引っ張られるとさすがにね。うん。だからまあマンドはね、マンドはだから映画版で完結ってことになるんですかね。マンダロリアンとグローブ。マンダロリアンとグローブね。映画版じゃ続きなんですね。じゃ三シーズン三見なきゃいけないんだ。ああ。いるか頑張ってしょうがない。そうですよね。シーズン三でなんとなく綺麗に話が終わった気はしましたけど、うん。もうこれから何かどうなるんでしょう。マンダロリアンとグローブってね。 まあ,あ、なんか考えてるんでしょうね。それは考えてないわけないんだからね。<笑><笑><笑>まあ、まあ、でも、まあ、いいところで終わるっていうのも、なんかね、いいような気がするけど、最近何でもずっと続いちゃうからなっていう。てまあ、これ、いつもしょうがないですけどね。ねその話ですけど。でも、マンダローリアンアンドローグってタイトルは、ちょっと引っかかりますよね。確かにね。だって、ジ、うん、ン、ジン、ジャリンとディン、グローグっていう名前になったんでしょあの、二人親子で。 そうだよねそれなんか「マンダロリアン」と「グローグ」ってなんかそんな急に他人行儀にええいやいやだからもしかもしかで全然途中の話の可能性とかあるのかな分かんないけどどっかの真相1と違う間とかそんなバカなそんなバカなね確かにね分かんないですね分からないがまあちょっとこれも緊張感を持って注視していきたいと思いますわかりましたはい それから、えー、万博中止して被災地支援を全く産、はいえー、放題は史上最悪レベルですがディズニープラス配信のドラマ、えー、一流シェフのファミリーレストランがすごく面白かったですうん、うん、現代はザ・ベア全然違うじないかってことですね、うんえー、現在シーズン2まで配信されています簡単に言うと一流レストランで働いていた主人公が地元に戻り庶民派サンドイッチ店を切り盛りするドタバタ系料理ドラマです 映像も洒落ていて音楽のセンスもよくテンポがいいのでぐいぐい見られます会を重ねるごとにトラブルが増えどんどん追い込まれる主人公にえ目が離せませんシーズン1はえほぼ無名に近い俳優だらけのドラマでした、うん、え知名度があるのはジ,ジョン・バーンサルとオリバー・プラットぐらいでしょうかよほど好評だったのかシーズン2は大物がゲスト出演しています50年近くハロウィンと戦い続けているジェイミー・リー・パーティスさんや <laughs> オスカー俳優オリビア・コールマン 金ピカのアダム・ウォーロック役、ウィル・ポールター君にみんな大好き、ミスター・ノーバディーなど、えー、包帯のダサさもあるでしょうが、これだけ絶賛され、うん、大物ゲストも参入しているのに、日本だと全く話題にならないのが切ないです。うんえー、通信、ランの後遺症で、い、え、ま、ー、だにサラ・ポールソンを見ると恐怖を感じてしまいますということですね。サラ・ラポーールソンは確確確かかかににちょっっと怖いですね一流シェフのフのァミリーレストラン確かにな確かにこれだってさ、うんなんか レミの美味しいレストランみたいなもんね。一流シェフの美味しいレストランって当たり前だもんね。当たり前すぎるよね。ファミリーレストランだからファミレスってことなんでしょう。そういうことなんでしょうね。そういうことだよね。一流シェフだけどそういうところでやってるってことだよね。ね。まあでもだけどこんなにんかこれじゃだってさなかなか見ないよね。題名とかのものね大事ですよね。本当にほ本とにね。 写真に関してはもうネットフリーも,もういあんまり不安もいい加減にしてくれとしか言いようがないね。あのすごい適当なロゴとかついてたりとかねびっくりしますよね、うん、あ特にネットフリーはネットフリあの辺はもうまとめてそのアジア地域まとめてとかっていうのでもういっぺんにワテ作っちゃうんですよね。 海外とかでお笑いをね。だし多分社員が作ってると思うからね。社員イナに一世分はってないでしょ、あれ。いや、多分そうだと思うんですよ。だから、そう、そのね、本当翻訳もね、それこそ、機械化みたいな。全部間違ってんじゃん、これみたいなだけど逆にね、勉強になったりしますけどね。一括でやっちゃうからそうなんだよね。ということですね。そうそう、ろくでもない従業員しかいないところでわちゃわちゃするドラマ。まあ、ドラマシリーズって、そういうのいいですよね。ね。 見てください。はい、見ようと思いました。ね、うん。今日出るのなんか全部見ようと思いました、ね。<ー>本当、ねうん、そうですよね。それから。 モーグ山形と大量破壊兵器製造家族さん、横浜市。これどういうあれなの何のネタなのネタか分からない。すみません、ネタ分からなくて、申し訳ない。ネットフリックスだと、ダーククリスタル、エイジ・オブ・レジスタンスが一押しです。私は劇場版をロードショーで見た世代です。かなり前から続編、プリクエルでしたがの噂は聞いていたものの、作ってもしょぼい感じになるのではと懐疑的でした。 えー、私が間違ってましたとあっけに取られるほどの内容でしたうん、うん、世界観クリーチャー脚本どれも素晴らしく特に無情にも搾取され文字通り圧政者の養分として、えー、食らい尽くされていく弱い民族が立ち上がるという熱いメッセージには心が震えました創作物として最初の映画を超えるレベルに突入していた印象ですところが世間の反応は薄く 人形劇ということでなめられているのか見た人の絶賛とは裏腹に忘れられ去られている様子で悲しいですまた制作費の問題なのかコロナ禍のせいなのか第二シーズンがなくヒロインの運命にやきもきしております 小さな子供と一緒に見るのは強烈なシーンが多いですが拷問などおすすめですというこれなんか打ち切りになっちゃったんじゃなかったっけああんかそんな話を聞きました予算のせいか分かんないお金がかかるってことなんですかねダークリスタのあれですからねでもジムヘンソンプロでしょだったそうね見よう見ようと思ってる人にこんなシーンがちょっそうなんですそういうのあるんだよねあとでうんそうねダークリはねはね好きですからダークリスタは本当にあの 幻の傑作ですからね女の子は飛べるのよ羽があるのよってですねそれですたまにダークリスさん出てくる人にそっくりな人とかに出会ってびっくりしたりする時あるよねショコタンえじゃなくてあのそっちじゃない方です主人公の方ね主人公たちじゃない方主人公たちに似てる方の人もいますけどねなるほどね もういやでもね、これ、多分お金がかかりすぎるとか、そういうことで打ち切りになってるんじゃないのかな、分かんないけど、見合わないみたいな感じなんですかね、ねまあ、分かんない、その何が見合って見合わないのかとかもうね、結局さ、まあ、こ,れそれこれはそのまさにストの問題にもなったわけだけど、うん、結局、何回見,れて見られて、誰が何回で止まった、途中でやめたのかみたいなのって、うん、情報ないわけじゃん。な<い>会社しか持ってないブラックス だから、ましましてはこっちまでわからないんで。うん、そうですね。うん、あの、まさにストの問題で、あの,うん、あの、あの、あれですよね。訴状に上がってた話ですよね。うん、そこは全部分からななってるでしょう。そう、だからね、その、うん、本当に、だから、あの、その映画とかだったらね。うん、あの、まあ、投げかけて、こんぐらいの講習だと、まあ、パンとズワやる気あったけど、無理だろうな、うん、みたいな、なんとなくあるじゃないですか。うん 一個わかんないでもんね。わかんない。でしかもそれで交渉もできないわけじゃん。もうやんないよって言われて、いやそこ予算はじゃあもうちょっと下げるからとかそういう話にならないくて、終わりっちゃ終わりなんですよね。ダメもうやんないよってもう一言終わりなんで。確かに。確かにね。まあディズニープラスのウイローとかもなんかいつの間にかあれもなくなっちゃったでしょ。うん。あれウイローはもうなくなっちゃったの。取り下げちゃったんであれもう見てないんだよ。そんなことってあります。途中までしか見てなかったのに。 途中まで見てどうしようかなって思ったら取り下げられてしまった。やっぱりなっていうことですね。マインドハンターまた復活すのマジで。え当そんな話あんのいいですね。それはいいことですね。頑張ってほしい。なんですよ。まあだからいつなくなっちゃうか分かんないから先早く見とかないといけないってことですね。気になったやつはね。確かにね。はい。それはね見てないやつはね。それから ええー、俺ほどタートルネックが似合う奴はいないぜさん、えー、<laughs> そうなのか <laughs> 何なんだろうこれはい。私もタートルネックでございます、はいえー、配信ドラマでここ最近の個人的ベストはぶっちぎりでネットフリの舞妓さんちのまかないさんです小玲さんの 悪い人出てこないし、はい、なんか登場人物も役者さんもみんな幸せそうだし僕も幸せ <laughs> いいですね一生見ていてもいいくらい心地よいドラマランド末他にも是枝さんといったらこの間「怪物」が公開されたのがきっかけで配信で見られる作品が増えたかと思います是枝さんの大ファンの私的ベストは海よりもまだ深くですねホークさんも泣いたとか言ってませんでしたっけいいっすよね 20代の時に見た時は、えー、ピンとこなかったんですが30代半ばになって見返したら心に響きまくるものがありましたちなみに怪物はうん是枝さんはもっとシンプルでよかったのになという感じでしたと的な感じでマリコさんちのまかないさんちをおすすめっす <laughs> すごいフランクだね、うん、はいそういえばジョージ・エイロメロに対してのリスペクト回もありましたよありましたどすえ <laughs> いや<ー> <laughs> だいい言い,い回か <laughs> 面白い。もしろいどすえ<へ> ジョージ・エロメロに対するリスってどういうことがあるんですか舞妓さんちのまかないさんが何だろう何だろう何があるのかなそれちょっと気になるそれが気になって見たくなっちゃうじゃないかこれは気になるいですえ。舞妓さんちのまかないさんって出ったすけど一流シェフのファミリーレストランみたいなああ確かにねでも美味しいもの食べてるのってね美味しそうだといいよよくなるもんねちょっと見たくなるしなるほどね。

怪私は小出さんのことは好きですからね映画はそんなに好きじゃないけど小出さんの本人はいいですからやっぱり怪物って聞くとさ何か出てくるんじゃないかと思うじゃないクリーチャーがそう人間しか出てこないね怪物は一番の怪物は人間だってまたそれか怪物はどこに出るのかなと思ってるうちに終わってしまいました見たままがね欲しい。 まあねでも「怪物」ってなんかあれでしょ日本で一番権威があるっていう日本アカデミー賞っていうのには全然引っかかりもしなかったっていうそうなんですかはいでも日本アカデミー賞挟みましたけど日本アカデミー賞ってさ映画会社の社員が投票するんでしょあれそうなんですかそうですよそれだけではないです主に主に主にでんか入社3年ぐらいするともう投票権が生まれちゃうんでだからすごいよそれだからそれがそういうお祭りなんだよ本屋大賞みたいなもの

はい、<laughs> 最初にさ日本アカデミー賞って名前つけたとき、これ、恥ずかしくなかったのかなって、少なくともアメリカには映画技術アカデミーっていうのがあるんですよ。はい、日本にはね、日本アカデミー賞協会っていうものしかないんですよ。<laughs> かあのおかしいだろ、それって、だからユニバーサル・スタジオ・ジャパンみたいな感じで、スタジオないじゃんっていうのと同じで、アカデミーはないけど、アカデミー賞、いいいいろいろ面白いと思いますユニバーサル・スタジオ・ジャパン。ド、うん 東京ディズニーランドは東京じゃないんだっていう。確かにね。でもディズニーランドはディズニーランドだから。東京オリエンタルランド東京オリエンタルランドは会社ですけどね。確かにね、の今年からブラックホール大賞って昨年からか、新設されましたからね。ブラックホール大賞はあブラックホールもあるんだから大丈夫ですよ。そうですということでございますね。日本アカデミー賞トス。 んなこんんんんなななででで柳さが最近見見見ててて確かにこここ感感じじますす映画のテレビね第一発目はれですロストガールズこれね、ネットフリのドラマなんです。で、これはロンガイルの殺人事件の映画化っていうか、これが。 えー、きっかけで、連続殺人が判明したっていう話なんですよ。ええー。あのね、えっと、その、ロングアイランドの、のえー、海岸の方で、その行方不明になった、うん、まあ、エスコートガールをしていた、まあ、はい、まあ、娼婦ですね。うんうん、の、あの、で、まあ、デリヘルか、をやってた女の子っていうのは行方不明になって、え、はい、そのお母さんが。その、探すんですけど、うん、と、まあ、その。 警察は全く興味を示さなくて、いや、どうせまた出り辺のか、家出でしょとか言って、そうだとか知られないんですよ、彼女が必死にこいて、も本当に、そこは結構、行く目になった場所っていうのが、割とこう、高級住宅地みたいな、ゲーテッドコミュニティみたいなところ、そこに行って、騒ぎ立てるから、結構、みんな排除されちゃうい嫌がられて、でもそれでもめげずに、調べて、騒いでいるうちに、どうもそこで、 行方不明になったそのエスコートガールが他にもいるってことが分かってくる。ああでその遺族たちと全米に散らばってるんだけど、うん、連絡を取り合って、うん、みんなで集まって、はい、あのちゃんと捜査をしろって警察に訴えるんですよ。なるほどそうしたらさすがにニュースネタになって調べたら、うん、死,体が死体が海岸からゴロゴロ出てくる。えー、それで、はい これ連続殺人じゃないかと、殺人鬼いるだろうって言って、こ,これはえっとこの元になった本はね、2010年ぐらいに出た本なんですけど、彼,彼女がそれを書いた記録ですよね、自伝的な記録を書いて、それであの連続殺人があってで、でだっ,たっていうところまでは行くんですけど、これ、いろいろあのどんでん返しがあって、実は、 その,彼女そのマリー・ギルバートっていう人の,、うん、の娘さんは、その殺人、連続殺人の犠牲者ではなかった、うん、えつまり彼女はなんかその、まあ、どっかパーティーかなんかでって、ドラッグ飲んで、パニックになって、うんかあの、そこの家から飛び出して、うん、であの、えー、やぶの中なんかであの倒れて死んじゃった、事故死として扱われて、なるほど。 自己のことは認めなかったんだけどえじゃあこの,その関係ない、うん、本当は関係ない人が殺されたんだと思ってお母さんが大騒ぎしてたら本当の殺人が見つかってしまったってことですかそれでこれ<あ>で,で,でそのとうそれはですねギルコビッチ連続殺人っていうのが結局あるんだってことが判明してなるほどこれが、えっと、1996年から、えー、2010年までの間に11人も被害者が出た結構,れん結構やばい<え>全部殺人。 このロストカールズの中では怪しいって言われる医者かなんかがいるんですよ。で、うんはい、こういうみんなそうなんですよまあ怪しく見える。はいはい、で、まあ、彼結局このコミュニティに入れられなくなって、うん、まあテレビ映画になってね堂々と怪しいってもちろん仮名ですけど、はい、みんな,みんな周りの人はみんな分かってるからうん、うん、あ,あいつじゃねえかっそうなんかアルでところがその事件の犯人が今年あ去年になって7月かになってついに捕まって

楽しめる感じするね。なんか、うんうんはいなるほどすげえ話だな。すごいです。いろいろすごいんですよ。はいはいそしてもう一応はいあこれねジアイドルジアイドルジアイドルこれすごかったんですよそうですか見て見てないええこれだからえっとリリー・ローズ・レップってだからジョニー・レップの娘ですねうんが主演で彼女がなんかねアイドル歌手の役なんですはいでえまあちょっとその 神経衰弱薬とかやってて神経衰弱とか起こしてみたいな歌詞で分あのブリトニーイメージした感じなですでこれはでただ実は彼女はの話なんだけど<ー>その売りになってるのはそっちじゃなくてこの後ろにいるほう、はいはい、ジブウィーケンドであのウィーケンドがどう思うえウィーケンドが多分結構自分でもやりたくて作ってる話なんですよ。なんですけど これ話がものすごくてどんどんね瞑想に瞑想を重ねて結局ゴバーかなんかで打ち切られてしまったというで打ち切られなんですね。でいきなりね冒頭で最初にジョスリンっていうリリー・ローズがやってるキャラクターがいるんですけど彼女のなんか自撮りのエロ動画かなんかがネットに流出して大スキャンダルになってこれやばい。 であの、まあ、あの一応ねでもうすぐ、えー、新ニューアルバムの発売も控えてるのにうん、うん、そんなことなら大変だって言ってまあみんなでそのど,どうしようってこうあのマネージャーとかが集まって会議してるわけですよ。だ彼女はもう気が滅め行ったんでクラブ行くってクラブってことクラブって踊ってたら、はい、そこのクラブのオーナーがそのウィークエンド がやってて、ななほうん、やってるテドロスってことなんですけど、うん、でその彼え一目で出会った瞬間にですね、いきなりこうビビッと来て、<laughs> はい、すぐあのベッドにしけ込んで、はいはい、で。 あのでえー、そのウィークエンドにこう SM セックスを仕込まれて、は,は,はちまちとりこ仕掛けの明け暮れになって、だからこれで、それで、それからどんどんそのテドロスっていう男の支配下になって、はは彼が家に乗り込んできて、はあ、豪邸に乗り込んで支配してみたいな話になってくるんですけど、なんか、まあ、それ、多分ウィークエンドがそれやりたかったらしいんですけど、な、うん <laughs> 何なのっていうか、な、うん何なのっていうか、お前、その。 イリー・ローズはものすごく体張って頑張ってるんですけど、はい、もう脱ぎまくって、うんね、お前、ウィークエンド、お前、いい加減にしろよっていうか、これ見てるとです、ね、本当にね、ウィークエンドの曲とか聴くのがばかばかしくなってくる<あ>感じの、えー、ドラマでですね、うん、まあすごいなんですよ、これ、めちゃくちゃで。なるほど、でもそんな役をウィークエンドがもう、うん。危機として、<laughs> ででこれでさやってるうちにどんどんおかしくなってきて、うん、途中からなんかね、えっと、なんか会社、あの バックダンサーをやってるブラックピンクの女の子かなんかバックダンサーやってて彼女をスターにしようとか言ってそのリ,リーリー・ローズに歌わせるはずだった曲を彼女に歌わせるとかその実はウィ,あのウィークエンドが詐欺師で最初からそのリ,リーリー・ローズを狙った狙って仕掛けてきた男だっていうきちな詐欺師になっちゃって最初はんかそのすごい洗脳とかするやばいやつみたいな感じに出てくるんですけどでも途中からなんか。 誰があの一人の人が書いてですかこれ。どう最初にストーリーとを多分そのあのウィークエンドがやりやりたいって言ってたこととか多分ぐちゃぐちゃになってるんですよ。で途中でそで投げだそうそうで途中で投げ出しちゃったなるほどなるほどすごいドラマだった結構悪徳プロデューサー的な云々か観念ってねその実際のエンタメ業界でもよく聞く話です。そうそうまたそのブリーダースウィフトとかもそうだなかったでしたっけ。 ブリトニーの話もそうだしそういうのをちょっとスキャンダラスなネタを入れてやってみるかどっかに行ってしまったそういうやつになってしまって打ち切りでも面白いんだいや結構笑いましていや口を見てみよう何話ぐらいあるんですかこれ5話かな5話で打ち切り。 でもちゃんとーネクストに置いてあるからみんなこれは見たからにはちょっと喋りたいというだけであまりにくだらなかった。事件ですね。これは結構事件ですね。そそううっていうことでございます。そしてこれ。あはいはいペリフェラル。これはえっとアマプラだかな。でウィリアム・キブソン原作のサイバーパンクドラマです。 でえー、こ,れこれはギブソンが2014年に書いた小説「ペリフラル」ってのがあるんですけどそは未、い、訳ですね。というのは、うん、最近全く翻訳されなくなっちゃってでしょういやー何ですかねやっぱり、まあ、今訳す人がいないというねあ<ー>問題はあるんですけど、うん、それ以上やっぱり高くなっちゃったのか、うん、多分早川は買えないんですよねおそらく。 結構、後半のアイドルとかそこら辺は k 川から出てたと思うんですけど結局、あれ早川書房では買えない値段になっちゃってで a d o が出す気がないということで多分出てないんですよ。で、主演がクロエグ・グレース・モレツです。で、これはすごいね、商業サイバーパンクみたいな話で。 いいやいや、まあ、あのギブソンって別にその、はい、商業サイバーファンクの人だから、はい、本来的に、別に未来予想を工夫する人じゃないので、確かにめちゃくちゃかっこいい小説を書くだけで、うん、あ普通にアクション小説だから、これも、ね、本当にあの話自体はすごい、ある意味シンプルにバカみたいな話で、ヒル・ビリーの、うん、ゲーム名人少女がいるんですけど、はい、そこ彼女がある日あのなんか、どこぞのコロンビアかなんかの会社から、 にスカウトされて、うん、新作の VR ゲームのベータテスターになってくれないかとか言われてそこまではスターファイターとしてた <laughs> いやそうそうでそう入るとなんかこうものすごく超リアルな,な、ね、未来世界ぐらい未来 VR 世界で、うん、おい少しすげえとかやってたら、うん、なんかそこで起こる陰謀に巻き込まれてっていう話なんですけど、うん、実はこれもうネタ割っちゃいますけど実はその世界っていうのが未来なの。なるほど V.R. だと思ってるけども、も来だ、ね。未来、なるほど。えっと、七十年後の未来、七十年後の未来にジャックインするっていう話なんです。うん、なるほど、おもですね。<で>はい、これがでこれがこれくらいこれ結構ね面白いネタでさすがギブソンと思ったんですけど、うん、なんでノートしてるかっていうと、うん、あのそこのえっとその彼女クレオモレッツがいる世界っていうのはその未来とは繋がってないんです。うん、なるほど。 なるるほど分岐があるわけですね分世,界世界線が分岐してて、でかで実はその彼女のいる世界はスタブって言われてて、うんうん、つまり自分、切り株、はい、はいいそこで終わっちゃう,、ね、終わっちゃう世界、だからこのままだと、彼女はのいる世界は、だから彼女の世界は終わっちゃうか、終わっちゃうと思ってるから、うん、未来人は、あの世界では何やってもいいよって言って、はははは好き放題、いじくってくるんですよ。 なるほど何いじりくっても自分たちのから、関係ないからっていう話でこれ面白いネタだなと思ってなるほどね面白そうさすがギブスるほど2話ぐらいのネタばらしっていうことねまあまあだから接続された未来って言ってたんですよねあたんだったら忘れてますからそうこれがねシーズン2やるはずだったんですけど外のせいでキャンセルされてしまったというでも面白そうですねそれね面白かったですよなかなか 行ったり来たりで面白いですねそれねそうそうなるほどいや面白いこと考えるなと思いました本当に。えまあでもストの影響で打ち切りっていうことはもしかしたらまだね始まるがあるかもしれないあるかもしれないなるほどえ面白そうウエストワールドも打ち切りか今日ここで出てきたやつは今すぐ見れるんだもんね全部ねパイってすぐ見られる素晴らしいパイになくても今ここで見れるんだそうですなるほどねヘリフェラルはいはリフェラルぜひぜひそして

ここまで,です。の話を、えー、きっちりやって、でもこれはもちろんあのご存知のように1980年代にまあ一世を風靡して、うん、まあアメリカのボスの基本を作ったと言ってもいいと思うんですけど、作ったあ大人気コミックですね。うん、てかまあアメリカで女の子が漫画を読むようになったのはこのせいだと思う。 一部では言われているるまあもちろん女の子の運があったけどアメコミの棚に手を伸ばすようになったのはこれのせいじゃない。言われるぐらい女性人気が高かったですよね。うんうん、なるほどそれをきっちりお金をかけて。お金をかけてついに<あ>まあもうその80年代がずっとやるやると言ってたんですけど、ね、とうとうやってで、まあ、これはやっぱりすごいよくできててよくできててっていうかこれねそのコミック読んでもらうとわかるんですけどこれ。あの ゲーマン本人は多分最初からある程度の構想はあったはずなんですけど当然ながら最初の1巻2巻のあたりってそんな先のことまで考えてないですよ当然ながらし続くかどうかわからないまだねだから結構ね最初の本の鑑ってこの絵なんとかなんないのみたいな絵があったりするんですよ実はまあどれがとは言いませんがっていうぐらいなんで 当然コミックとしてもそこまできっちりかけてはいない部分があるんですけどそこら辺をちゃんとフォローアップしてドラマで膨らまして保管しつつみたいなことなんですかでその12巻はコリントビトっていうねやばいやが出てやばい悪夢が出てくるんですけど彼が悪役としてちゃんと立てるように最初から出してきたりとか細かいことをいろいろやっていて。 そっかそっかなるほどね。うん、なるほど。コミックの時にはできなかったそうです。そ,ね、そしてあの僕のあの大好きな、はい、2> 第二巻、はい、これがですねはは話数的にはですね九話九話とか十話とかになると思うんですけど、うん、このえ人形の家に出てくるこの。 殺人シリアル大会シリアルキラー大会なんですけどシリアル大会というですねすごいいいところがいいネタがあるんですけど、まあ、そこがちゃんと今回入ってくるとなるほど、ね、いうこともありましてえー、まあ一応おすすめこれ,、ね、これネットフリックスネットフリックス。な<の>ただこれいろいろねえっ、ー、といろいろっていうか、まあ、一つ、うん、気になっていることっていうのもあることはあって、うん、気になってるっていうかこれは どうなのっていうことではないんですけど、うん、これあのなんかねあの一つ一番大きなのがこれ、えー、要はそのキャストでキャストがやっぱ当然80年代のコミックを現代,現代の話としてやるんでだいぶねキャストいろいろいじくってるところがあるんですよ。で、うん、一,番一,一番これが、えー、ドラマ化するときに話題になった話が「です、うん」その。 死神の女の子っていうのがいて、お姉さん、みんな大好き、あモエキャラなんですけど、この死神、彼女ですね、ここにどこいるかな、でかい人あるかな、でかいあの、レスちゃん。レスちゃんね、レスちゃん。レスちゃんなんですけど、クリス・バチャロの、バチャロのね、デスが大人気だったんですね。 ね、彼女が黒人なんだよね。<ー>で、<ー>これはえっ、ー、と。あのまわ、あ、かるんですけど、うん、それはわかるんだけど。うん、まあこれはその、えー、映画の中を見てるとさ。はい、そのえっ、ー、とドリームもですも。はい、結局あの？ 黒人の前に出てくるときは黒人の姿で来る、<ー>白人の前のときは白人で来る、あ猫の前に出てくるときは猫みたいなことになって、姿は、姿はそれぞれの見える形で出てくるんで、うん、それで別にいい,いいじゃんと思うんですけど。うんうん、確かにね、うん そこがなかなか難しいよねっていう、うん、それだと実写のドラマにしたときに視聴者が混乱するからとかと思ったのかしらと、まあ、<あ>いうこともあるのかな,みたいなこと思っただし、まあ、そのやっぱ80年代の,、うん、あのニール・ゲーマーが書いてたときには、その人種問題とかそんなに多分気にしてなかったし、ね、多分彼の周りには総理、た多分白人ばっかりの世界でもそんなおかしくなかったわけですよ、うん、おそらくね。うんうん、でも今,多分今のイギリスだと多分 こんな感じであのくらい黒人うん、うん、っていうか人種的な多様性はあるよねっていう世界になってると思うんですよねだからそういう意味では素直にやってるとも言えるんですけど、うん、まあそこがねどうなのかなと思ってまあだから、まあ、ねえ、まあ、バチャローだよねーと思ってバチェロのバチェロの、ね、俺が死ぬ時にはバチャロの絵で来てくれる,ああるまあそれでいいかと思ってるんですけど。なるほど それは普通に日本アジア人で来るじゃないですかやっぱりあの、うん、バシャールで来てほしいんですけど、うん、割と私としては。あニル・ゲーマーもツイッターでキャスティングにいろいろ言われて怒ってる割とこれもだからちょっと あのスター・ウォーズの時のあれみたいな感じで、ちょっと言われたんですよね。なるほどね。彼女は全然いいんですよ。いいんですけど、やっぱりね、見てて思ったのは、やっぱり黒人って、なんか生命力あるじゃないですか。<laughs> いやいやそ、それは、<laughs> いや、これはもちろん、よくないなすよかりますか、いやいやそ体格とかの話、体格がいい人多い,多いです、うん、まあそうじゃないと思います。いますけど いますけど、なんかね全体まあちょっとそのやってる彼女がまあ美人ではあるんですけど、ちょっとねムッチムチしててね、ちょっとこのセクシーさは違うんじゃないだろうか。あなんか病的な感じがいいとかそういうことですよね。それだけまあ原作のね。それはでも人種の問題じゃなくてその人の個人のね。まあまあもちろん。まあ原作の作画のイメージがあまりに強すぎるっていうことですね。そうなんでしょうね。だから難しいなと思って。難しい。はい。 っていうね「うサンドマン」についてはお便りをいただいておりまして「えー、サンドマン定期購読中さん」はい「夢の世界の王が主人公」というぼんやりした説明だけ聞いてそんなの何でもありになっちゃうじゃんと思っていたら本当に何でもありな状態でどんどん世界観が展開されていくので新作をびっくりしてしまいました。うん フィクションの中では何だってありうるし何だってやっていいそんな当たり前ながら忘れがちのことを改めて気づかされました、うん、エピソードも、えー、素晴らしいものが多いのですが特に心に残っているのは「デスが登場する回昔からふとした時にいつか自分も死ぬという事実を思い出し急に漠然とした不安に襲われるような瞬間があったんですが作中で描かれた「デスを見て以来そんな恐怖心がほんのちょっとだけ和らいだような気がします 通信、柳下さん、翻訳コミックの続きも、楽しみに、待っています。はい。っていうね。頑張ります。あの、死神とか地獄とかが、出てくるフィクションっていうのは。あの、見ると楽しいんで。あの、死が怖いとかいう、思ってる人は、大体、あの、死とかね、あの、死神とか。地獄とかは、普通に、出てくるものを見ると、だいぶ楽になる。と思いますね、それは本当に。事実として。なるほどな。あら、聖書とかダメだよ。うん。そじゃなくて、あの、楽しいやつ。 そうう。でしょ <laughs> <laughs> そうあのえー、っとねこれがでこれはサンドマンは一応シーズン2決まったんだよねはははでシーズン2はまああのかなりえー、っとシーズン1の話もこの2巻までの話は、はい、基本的にはそのえー、っとドリームが、うん、あのげんえー、っとこのように捕まってまあしばらく留守にしてたんでその後始末 をする話なんですよね。ほぼね。なんですけど、えっとシーズン3ではあの今度地獄に行って、うんえー、地獄で大騒動になるんで、あ、うん、のでこっからまあ多分結構ドラマが大きなドラマが始まる感じな。なるほどね。なんでえっと多分面白くなると思うんですね。ややっぱ地獄でね、うん、いろいろ起きてほしいんですよ。確かに。うん、あのいやそのできた映画の本僕好きなんですけど、うんうん、あのフレリィとジェイソンあ<ー>映画家。 する前にはい、はい、だからフレ,フレディがだからそのジェイソンのマスクを地面に引きずり込む描写があったんで、うん、ジェイソンの最後のやつであのー、地獄を舞台に二人が激突っていう噂があって <laughs> はい、はい、超見たいじゃんそれって思ってたんで、うん、まあそんなことはなかった、まあ、いまあそれに近いような話があったのかもしれないけど、うん、地獄っていろいろやってほしいですもんねまあ地獄が出てくる映画に外れはないですしねなかなかね、うん、ないですよねいいかな地獄うん っていう、はい、これ、三マンの翻訳は今、どこまで出ておるのでしょうか。今はこの、えー、と2巻2巻, 2> 2巻までですね。はい、で、えーと、3巻、まあ、僕は多分4巻からまた、はあはあ、2家、はあ、族ね。<laughs> みんな買ってくださいはい、っていうことですな。うんはい、えー、小道さんからのお便りです。 今、配信で見られる映画といえば、アマプラのブリキの太鼓ディレクターズカット版がすごいです、<は>ディレクターズカットか、年明けの災害や事故で心が乱れ、休みなのをいいことに見始めて、ついつい見通してしまいました。 え舞台は世紀転換期からナチス政権誕生前後の当時のザダンテヒ自由史が舞台で父親が食料品店主であること母親が少数民族のカチューブ人の血を引くことなど原作のえギュンタグラスの出自が大もととなっています学生時代に一度見て面白かったけれども意味返していなかったんですが見たらまあ面白いこと面白いこと。ンタグラスは 2006年に自身がナチ武装親衛隊にいたことを告白しています2015年に亡くなりましたが文学的な評価はともかくその告白はドイツ国民に、えー、衝撃を与えました オスカル君をはじめとする5人のメインキャストは IMDB によるとちゃんとアップカミングの作品がありなんだかホッとします特にオスカル役のダービット・ベネントは当時11歳で、えー、大人を相手に性行為を思わせるシーンを撮っているので騙し討ちのような形だったら心の傷になっているのではと心配になりますが 実の父でこの映画にも八百屋のグレフ役で出演しているハインズ・ベネントがきちんと説明して撮影したということで心の整理がついていると話しておりそれもほっとしました母父おじさん過去父かもえ警母過去母初恋の人も皆さん名優であすごい映画だったんだなと思いましたえ警母マリア役のカタリーナ・タルバッハは今見ると昔の坂口涼子みたいでめちゃくちゃ可愛くていいです えー、ちなみに彼女の最新作は、引退したアンゲラ・メルケルが近所で起こる事件を解決する、ミス・メルケル、<laughs> <何>すごいな <laughs> <laughs>、はい。という作品、ちょっと見てみたいです、えー。まだメルケルの引退からも日が浅いし、本人存命なのにいいのかしら。<ー>えー、最近の世界情勢考えると、まだまだ解決されていない部分がある、えー、内容が含まれているため、ああ、昔の映画だねなどと言って済むことではなく、心が塞ぐかもしれませんが。 改めて配信でこの映画にたどり着けたことは良かったなと思う次第です。というね。僕も多分すごい多分40年ぐらい見てない。見てなそうね。40年ってことないか40年近く35年ぐらいてないなか。映画見てから小説を読んだのかな高校生の時かなんか。そうそう。ね。

はい。やっぱ誰かがゲーってやるとガラスがバレンっていう映画はいいよね。ギャーって言ってね。とあまあやっぱりな。うなぎ、うなぎね。うなぎね。海辺に打ち上げられた馬の首からうなぎがニョロニョロ出てきて、おっかさんがそれをむしゃむしゃ食べる。はい。そしてゲーゲー吐くっていう大変な映画でしたね。覚えてるところがピンポイントで。もう言るとなんか本当に大変な。ここばっか思ってるな。なんかな。 あのブリキの太鼓はあれですよ。僕あのユラクチョスバルザっていう映画館が買ってありましたでしょう。で,ねうん、であれあの交差点というかのところにちょっと映画館の前にこんななんていうんですかポスターを掲示するなんていうの木の枠みたいなやつそう木の枠、うん、屋根付きのちっちゃな小屋みたいなのがあって小学生の時そこにブリキの太鼓のポスターが貼ってあったんですよ。うん、まさにこのオースカルくんがギャーってやってる <laughs>、はい。 それでなんかあのまた明朝体でこうポエムのようなコピーが書いてあるんですよなんとかオスカルとかなんとかなんとかっそれを「声」って言いながらずらっと流れていたことがありましたねあの小屋はまだあるんですよあのスバらずはなくなっちゃいましたけどねそこ,そ,こそこだけ残ってんのまあそうそうそうなんかねなんとかっていう映画館に映画館だとか劇場になってるんですよねえそうなのそう吉本なんとか劇場え吉本そそそうそうそう,そう役だな、ね、でしょっていうことなんですよねブリキの太鼓のちゃんと見直してみようまた。 <laughs> うん、ということでございました。えー、からの、えー、ムッチ・フジさん、はい、この間、えー、この前ホークさんもちょっと触れていた気がするスペンサーダイアナの決意を見ましたつまらないイギリス人のプロンプトで AI 生成したような族に囲まれるれダイアナの姿にうんだりへき <laughs> はい、もうもっとフィクション性を高めて、イングロリアス・バスターズとか、ワンス・アポン・のタイム・イン・ハリウッドみたいに、バイオレンス娯楽リビジョンしてほしくなりました。ラストでは、父親のジャケットを着たダイアナが、チャールズと、えー、カミラを火炎放射器で炙り、その光景に衝撃を受け、胸元を抑えながら椅子ごとひっくり返る女王、ウィリアムとハリーも甲冑トライフルで武装して火星します、とどろくご音、燃える邸宅、群がるパパラッチを跳ね飛ばし、走り去る、えー、母子3人の乗ったポルシェ、パパラッチの、えー、泣きが つば数話の記事が観客にうつろな視線を向けたところで血文字で「スペンサー」だよ。だよ。ドープの「d マザーファッ e r f がイントロを短縮したバージョンで鳴り始めてクレジットが流れ、最後はセックスピストルズの「ゴッドセーブザクイーンカッコ、オルゴールバージョンでしめやかにフィナーレですって何だそれは。何を言っそうそうなってた方が面白かっただろうね。妄想しか書いてない。妄想っ妄想だけじゃない。そっちの方が見たい。どっちかというとね。

なんか終わるまで出られませんみたいなこと言われてないですけどその一方でダイヤナイもダイヤナイで何かなんか実家の廃墟みたいなとこ行ったら。 すごいんで、なんかもう武道館みたいな家だからさ、もういいじゃん、この人もこの人、もどっちもどうでもいいわ、これって。実家ののか何だあれ、よく分かんなかったんですけどね、でも、まあいいよ、じゃあ、その,その人たち同士で勝手にやってればっていう、しかも結構近いじゃん、あれ実家。歩いて裏だったじゃないですか、そ,そ,そんなことあるか <laughs> ね、まあ、そういう話でしたけども、もうわからないですね、貴族とかのことはね。 みんなでもダイアナ妃のことはすごく好きだったよな,なんか僕大学の時になんかイギリス人の教授かなんかがすごいつまんない授業だったんですよ、うん、でなんか知んないけど今日はダイアナ妃の話をしますみたいななんで,でかわかんないけど <laughs>、うん、いやまあ英語の授業だったのかなそれでなんかダイアナ妃のなんとかあかんとかって記事をみんなで読みましょうみたいな、うん、すごいクソつまんないって、えー、僕漫画読んでたんですよ。<laughs> なんか X 年かなんか。そっちの英語の勉強になるじゃそうそうそう。そしたらめちゃくちゃ呼び出されて怒られて。あのなんかあのねつってダイアナ妃はねつって私たちの心のねあのなんかねって言うんですよ。なんだよそれ。その話をしてる時にね断るように君漫画を読んでるとらなんだねって言われて。マジで。すごいね。落第しました。最後クラッシュですよねとか。自分もなんか。 で俺の知ってるイギリス人と印象が違うな。うん、なんかすごか、ね、マルコン・マクラーレみたいな感じじゃないね。ね <laughs> うん。うん、あの頃はすごかったです。<laughs> で、なんか、その教授からはダイアナ妃のことで怒られるし。うん,うん。なんか同級生からは、なんかね、あの、まさこさのことを悪く言わないでって言われて。え。なんか悪く言ったの。 言ったんでしもう18とかだから1819ぐらいですから人間ができてないですからねなんか言ったんでしょうそしたらすごい怒られて「まさか様ま私たちのね希望の星なんだから悪く言わないでちょうだい」って言われて「そっかすいません」みたいなそういうのいろいろあるけど言わない大変でした大変でした大変でしたやいうことですはい何の話だろうね それから、はい、ガンギマリーポテトさんんんです、はい、<laughs> なんちゅう名前しう、えー、こんばんは、えー、私からはここ最近配信で見られるようになった海外アニメを2作品紹介させてください、うん 1>, えー、1つ目は先週金曜からプライムビデオで配信が始まった「ハズビンホテル」へようこそ。 うん、こちらは「ルシファーの娘が人口過密の地獄を救うべく罪人の魂を救済するためのホテルを開業する」というアダルルト向けミュージカルコメディなるほどとってもポップでキュートでところどころ毒気も混ぜた絶妙なバランスの語り口なんですが。 間違えた選択からの立ち直りやお互いのケアといったシリアスで現代的なテーマを丁寧に描くユニークな作品ですで現在第4話まで配信されています YouTube にアップされた自主制作版からエエン A24 が買い取ってスタジオ初のアニメシリーズにと現代のシンデレラストーリーのような形で話題を呼んでいる作品でもあります<ー>、えー、ちょっと見たいですね、うん、もう一つはディズニープラスで配信中のアウルハウスという作品 うん、はい、えー、2020年から放送され、カルト的な人気を誇る番組でしたが、先日、日本でも完結編であるシーズン3が、えー、ようやく配信されましたズバリハリー・ポッターへのクイアなアンサーのような作品でもあり、うんえー、近年、JK ローリングが繰り,だ繰り返すトランス差別的な言動に傷つき、幼少期の思い出を怪我された気持ちになった、私のような、かつてのハリー・ポッター・キッズにとっては、これ以上ないセラピーのような作品です。うん クリエイターのダナ・テラスはすで、えー、にディズニーを退職済みですが、えー、バ,イでバイセクシャルであることを公表していて20代の頃から、えー、ディズニーで働きながら、えー、ドンと性芸法やク悔ア表現の検閲をめぐって、えー、ディズニー幹部に真っ向から反対していた勇気ある人ですうん、うん、もちろんそんなサブテクスト抜きでも王道のジュブナイルファンタジーとしてどライ完成度で。えー 各シーズン終盤のドラマの畳みかけや盛り上がりは、えー、大の大人が画面の前で思わず拳を握りしめてしまったほど過去の自分たちそして未来を生きる子どもたちに見せてあげたい愛と希望に満ちた素晴らしい作品です。<ー>海外の特に大人向けアニメ作品は日本市場ではまだまだマイナーで、えー、届くべく人に届いていないような作品がたくさん残っている印象ですがおすすめです。 ワナには早くスーパーマンとハーレー・クイーンの原稿アニメシリーズを日本に上陸させてほしいですというね素晴らしいお便りですありがとうございます、まあ、見たいですね見た,見たいこれ見たいな、うん、まずですから「うん、ハズビンホテル」これは割とね話題になってますね、うん、よく聞きますあのー、これはだからなんだなんちゅう話だこれは。<laughs> 地獄が手狭になったんで少しでもいい人をて天国へ送りやることでスペースを確保しようってことですよね罪人の魂を救済するためのホテルしかもアダルト向けミュージカルコメディ面白もそう面白そう絶対見たいな第4話までだってこれすぐ見るやつだなそうですね自主制作から A24 が買い取ったとすごいそういうシンデレラストーリーがあるわけですね これは死んでるだけにね。らということですよ。それから話題になってるハズビンホテルとそれからこのアウルハウスってやつね。はあはあ。そう。これディズニープラスで見れるんですかはい。まあたまにはたまには使うか。ディズニープラス。れもクイエで思い出したけど。 あのクイアアイの新しいシーズンが始まったんで早速見てるんですけどちょっとあの第8シーズンかな今見てるんですけどちょっとちょっと1個言わしてもらっていいですか2話目かなで出てきた人がすごいかわいいおじいちゃん,なんですけど。 ももうめちゃくちゃゃくキスのドマニアなんでですよ <No. S 2> でも家中キッスメモラビリアみたいになってうん、うん、本当にもうキッスグッズとレコードと T シャツとかもう本当グッズで埋まってる彼、うん、で彼はそのお兄さんが昔からあのちょっと半身不尽な人の面倒をずっと見てたりしてすごい立派な人なんですけど、うん、立派っていうか頑張ってる人なんですけどその分自分,をちょっと自分の生活をないがしろにしてたとか見失ってたっていうのとかもあってってよくあるクイアアイのパターンではあるんですけども、はい、でクイアアイのとかあのファブファイブがいつもそのメイクオーバーしてくれる、はいうん 人たちってそんなに趣味ないんですよみんな。うん、なんかのドマニアみたいな人ってなかなか出てきたことがなくて、まあ確かにそうかも。そうそうだからそういう時ってどうすんの？うん、部屋とか綺麗にできないじゃんって思うじゃないですか。今回出てきてこれでついに。 このいっぱいものがあっても何とかする方法を教えてくれるのかと思ったら、ちょっとそうじゃなくてですね。あのちょっとそこのところがまあこれはネタバレになるか言いませんけども、ちょっと僕思った解決策と違くて、でじゃああれはどこに今しまってあるんだって思いながら終わってしまったということはちょっと言っておきたいと思います。それだけです。普通に断捨離されちゃうみたいな。断捨離はされてない断捨離はされてないんだけども、魂目が映る。いやいや映らない。いやいやそれは大丈夫なんですけど、そんなそんな怖い場そういう感じじゃない。 だけどどうなったのかなと思って、ね、ちょっとねおうちきれいになったんだけど本人はもうなんか <laughs> でそんなことから本人は大喜びだ <laughs> 本,人も本人も空っぽになっちまったみたいな <laughs> そ,うそういう番組じゃないんだから <laughs> いやだからこうって家に「Fab5」に来てほしいもん <laughs>、うん、欲しいなって思いつつしかしみたいなね、うん、趣味が多いとかいろいろこう物が多い人はどうすんのかななるほどなな、ね、ちょっと気になるよなちょっと皆さんもぜひご覧くださいマジで,でもクいアい見るとなんかいろいろ頑張ろうって気持ちになるからあのいいですよあれなかなかね うんなんか新しい靴買おうとかねなやる気が少しして気持ちが気分変わるってそう気分変わるってご飯もちゃんと作ろうとかいろいろ思いますから思いますよねみんなも v i v ねはいファブファイブがね来てくれないからファブファイブ来てくれない日本版も日本の日本に来たあったあったんですよなんでうちに電話してかなのブラックホール事務所にも来てくれないブラックホール事務所やってほしいなやってほしいねここねここなんて一日でできるじゃないですか ハハ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 アハハリーポッターへのアンサーみたいなまあ確かにないうことですね J.K. ローリングっていうのはそんなもう残念な人になってるんだそうですあの人トランス差別のね急戦法ですもんね相変わらずなんだな困ったもんねえ大変だ もうだけどやっぱりそうですよね雁木マーリーポテトさんもやっぱりその JK ローリングのその何ですか言動に心を痛めてらっしゃる、うん、ってことなのねまあそうだよなみんなファンはみんなそうだよな、ね、だってそのねまあそういうことあるよねだってしかもだってそのいや世界中のそれこそキッズに与えた影響甚大ですからね,ねうんいや困ったもんだわい、うん、っていうことですよイギリスの百田のおなんだローリングそれはどうかなそれはちょっと方向性が違うんじゃない <laughs> だろうか <laughs> 困ったも「んだ、うんはい、でもアールハウスそれから「ハズビンホテルへようこそ」とアニメ作品、ねうん、これもちょっと、ね、両方見てみたい見てみたい。見よう。見よう。うん、あとはあれですよとお,お,お便りでも頂い,いてたんですけど「UNEXT」でラルフ・バクシのアメリカン・ポップが見られますという、まはい、あのお答えをねタレコミ頂いてたんであれねやっぱりね国内版のディスクは出てないんでね 出てないです。用場で持ってますけどね。そう字幕入りで。そうそうブルーブルージャーにブルーが出たんだよ。そうそうそれかそれも買いました。そうね日本語字幕付きで見られるっていうのはアメリカンポップも本当にあの世界一のアニメの一本だと思いますから、もう見れる人はぜひ見てください。ぜひ見てください。今日見てください。あとなんだかあのあれあれってどこで見れるのあのそのあのなんだっけないとラストデイズをコニーアイランドだけ。 なんか全然見れないんでないね。あ、ば、爆死の、爆死の、最後のアニメじゃないですかね。あ、は。で、見れないんですよね。どこで見れるのかなと思ってるんですけど。まあ、まあ、まあ、それは。ええ。あ、画質が悪くて。画質悪いのか。まあ、で、それでも一応ね。見られるだけでもね。そうですね。一回ね、その。一回見ちゃえばね、ヨーバルラジオ。でね。その後、輸入しましょうね。ブルーレイと言ますからね。はい。っいうことで何代目が好きかみたいな話も。できて楽しいですからね。うん。そうだよ。なあ。でも、やっぱ、俺は、あの、第二次大戦に。二代目。 めだろ一番クールなのは2代目。ねピアノ弾いてね。ンこの話はいくらでもできます。っていうことですね。はい、ラルフバクシもまだ元気。いや、まだ元気。はい、それから、キックナスさん。はい。初オッターです。二十四歳。ありがとうございます。はい。ええ、今回お便り送った理由は他でもありません。ええ、コブラ会の話をしてほしい。コブラ会。コブラ会。コブラ会。 当初は YouTube の有料配信ドラマとして制作された「コブラ会」私は歌丸さんのラジオで絶賛されているのを聞き面白そうだなと思ったもののどうしても y o u t u b e レッドに加入する気になれずスルーしてしまいました、はいえー、それから時が経ち2020年 Netflix で配信が始まりそういえばそんなのあったなと思い出し未見だった「ベストキッド」えー、1984年を予習し視聴したところ完璧に打ちのめされました えー、小倉界の素晴らしい点を挙げ出すとキリがなく他でも散々語られているためここでは割愛しますがとにかくこのドラマにやられてしまった私は悩みに悩んだ末初視聴から2年後になんと極真空手を始めてしま始めるまでの2年間はドラマで描かれているアクションは実際の空手とは違うファンタジーだどうせ長続きしないですぐやめたくなるなどと自分に言い聞かせ自分を制止していました。 しかし時が経ちシーズン4配信後劇中クライマックスの空手トーナメントの興奮と衝撃にいても立ってもいられなくなった私は先ほどの自分への言い訳を「知るかとにかく肌で空手を感じたい俺も試合をしてみたい」と振り払い興奮さめやらぬうちに勢いで入会を決めました一応現在でも継続中週2でとどんどん楽しく通っています、うん、えー、さてそんな自分にとって特別な作品である「小倉会」ですが 去年、えー、一昨年と続けて年末の配信がなく今圧倒的にコブラ会の供給が足りていない状況です <laughs> ね<え>そこでぜひともコブラコブラ会トークやファイナルシーズン予想などを聞いてこの枯渇時期を乗り切りたいですコブラ会ネバー大<え>イーグルファンクじゃなくてねベストキッドはどうなんですかなんか組んでしょ今度なるほどなんですかまたあなんかあれでしょジャッキー・チェンとラルフ・マッチョが、うん あの誰が弟子なんだっていうかわかんないってえ。え、えあのジャッキーのやつと混ざんの？混ざるた見たよ、見たよ。えー、どういどういうことなのかわからないんですけど。あ、そうなんだ。うん、あの小ブラ海は本当にあの小ブラ海を見るとなんだろう、カラベストキッド、うん、シリーズの全作品が底上げされるっていうすごいシリーズですよね。うん、<laughs> かだからその明らかにその小ブラ海みみ見て コブラ会を見ることによって、一作目も二作目も三作目も四作目も。もとは、もとのその映画単体であった時よりずっといい作品になった。と思って、それはちょっとすごいことだなと思いますけどね。うん。コブラ会、見たけど。見たことないんです。あの人が、え、見てないの?。嘘見ようよ。見てないんだ。え、見ようよ。え、マジでダメじゃん。中止止まってんだよ。先生ジョニーが悲しんでますよ。いや、コブラ会、え、みんなで見ようじゃ。んそうね。

ちょっとね、寝たきりになるかと思われたんだけども、先生ジョニーがね、スイィステッドシスターのライブに連れてってくれたせいでね、そこで元気を取り戻すんですよ。見たいでしょ、そのドラマ。こんな話あるかっていう。最高なんだ。見るか。今シーズンシーズン6が来るんですか。6が来るのか。この間なんかね。 言ってましたもんねあのね本当に小室会はね、うん、見始めると1シーズン2日で見ちゃうからあそうそうだからこのなんか年末になくてって言ってるんですけどその出た瞬間にみんな見終わっちゃうから <laughs> あのそれで結局1年待つみたいなの一 <laughs> 日に一ようから の小倉会は本当にの小倉会ロスっておっしゃってますけど毎回そのねダーッて見ちゃってここかまで1年待つのかってロスの繰り返しをやってるんです親の代が大人げないって本当その通りで子う親のの方が全然いい子達なんですよね短いから見やすい1話30分見るか絶対見てほしい逆にだから僕なんかはもう一気にダッと見られるからその1年待たなくていいわけだそれは羨ましいえこれどうすんのみたいなところ帝国の逆襲みたいなことがいっぱいあったんで すごい今見れるのはすごくいいと思す。あのね毎日ね飯食う時とか見たりとか朝ごはんとかかあっという間に見れちゃう確かにねそい言てまだに小倉会もゲースローも見てないホークってすいませんそうか結局この特集やりにもかかわらずゲースローを見てないっていうことかそれはまずいなゲースローなまずいな相変わらず小倉会ね実は絶対見始めたらもう途中で「 2とか3とかねベストキッドね魚ってこれちょっとやっぱ見とかなきゃダメだうなと思って,てああああ見るんですよああああで見てで行ったり来たりがまた楽しかったりするんで僕もはっきり言ってベストキッドシリーズ何の思い出もなかったんですけどこぼれかえ見てから見たらいいじゃん <laughs> これみたいな感じになってか単体の時にいなかった良さが生まれるんで、ねねうん、そこが良かったと思う、ね、かだってどうやらそ,のそろそろヒラリースワンクも出てくるか,かるヒラリースワンク出るかもしんないんで、ね、話あんでしょ、うん、ちょっとね 本当ニスワン君の時の話もね、結構大事な話がいろいろあって、宮城さんから見てんなんですよ、そ、はい、うなんですよ、そうなんですよ、だからそこの辺がね、これからちゃんと絡んでくる気もしますね。なていうか、大事、大事。スーンで食べれる汁物とかだと集中して見れるってどういうこと目を離せないからねあの 私はそれではっきり言って、服にね、ご飯とか全部落ちて、飯食い終わったら、なんかすごいことになっちゃいそう。全部こぼしてたんじゃん、俺。子供か。なるほど。大変なんですよ。そうね、大変だ。それで飯を食いながら、見ようと思います。はい、ぜひ見てください。こぶらかね。こぶらまあ、一つ楽しみができたな、老後の。老後のね。はい。 はい、ウォーキングデッドからも逃げ続けています。はい、<laughs> イデオンとボトムスを見なきゃいけないしいろいろね<の>これ宿題が増えて,て大変ですね変ですね、はい、頑張りまそれからあーとこれですね「すき焼きの締めはチーズリゾットにするのがおすすめさん」えーえー「ホークさんが絶賛していた鬼太郎誕生に感銘を受けて同じスタッフが手掛けた『ゲゲゲの鬼太郎』テレビアニメシリーズ第6期。 2018年から2019年をユーネクストで見ています、うんはい、スマホや SNS の普及した現代を舞台に人間の闇に忍び込む存在として妖怪を定義し新国立競技場建設入管問題共謀罪水道民営化森友学園問題など事ネタを風刺するなどを踏み込んだ内容です 東南アジアでアメリカと戦争して日本が一方的に攻められて負けたと思っていたというヒロインの中学生に目玉親父が日本も他の国に攻めに戦っていたんじゃと加害責任を解く第20話は現代の若者に戦争を語り継ぐ難しさとその意義に向き合った神会、うんえー、<coughs> 放送されていた18年頃といえば安倍政権絶頂期。 ワイドショーでは金髪の芸人が政権を容赦しパワハラセクハラ体罰いじめ冤罪を擁護し嫌韓か中発言を繰り広げるという最悪な時期でした、うん、SNS では「鬼太郎は反日極寒バ売国ク仲間かよ子供に鬼太郎を見せるな。うん などの声が支配的だったと記憶しています<ー>そんな自流に抗う本作は2020年、ギャラクシー賞テ,テレビ部門特別賞を受賞、あくまで子供向けテレビアニメの枠から大きく逸脱はしませんが、高い評価を受けました。 えー『クローンウォーズ』よりは少ない全96話、はい、なので「えー、北太郎誕生推しのホークさんにもぜひ見てもらいたいです」ちなみに「大妖怪ぬらりひょん役は」って「おっつけなあきのうです」って。」って。でもすごいのだってあの水木しげるの漫画でしょうん。半 <laughs> 日局座とかってさ「あの <laughs> 大丈夫か本当に」って思うけど、ね、大丈夫なんでしょうねそれでね、うん、皆さんねはい。うん まあ確かに何かねそんなこと言われてたのは僕も記憶にありますがそうなんだって「激励の鬼太郎」えっとこれは第6期第6期18年から19年ということだで今回の「鬼太郎誕生」っていうのはこのシリーズがベースになってたのかなそういうことなんですつながってるとかまあつながってるとかね金髪原因って誰本当あれですよ今話題の あそういうことかうんなるほどんか誰だか分かんないなと思って今一瞬でもあれでしょ毎週日曜日にだから鬼太郎がやってる時ぐらいにあれでしょそのんか朝からワイドショーでなんか分かってなこと言ってたんでしょっていうことらしいことなんですってそうなんだよね まだだそううい骨のあるシリーズったわけねなるほどね元々はそういうのがあったんだねうんそうなんですよでんだっけ何話つったかな96話クローンウォーズよりは少ないって見てみる ?96 話なんて余裕ですようんっていうと全部見てない見とかないといけないことになるけどまあそのねはいスタートルックってものがございますねあういうことだよねまあこれだって1話30分弱だもんねこれはね見てみるぞまじか ということでございました、うん、で、えー、もう一応タイウエストさん、はい、忘年会で歌丸さんも一押ししていたソルトバーンをアマゾンプライムで視聴しました奨、うん、学金でオックスフォードに入学した庶民の主人公が学園カーストトップの貴族のような青年に惹かれ彼とその家族に接近していくという話なんですがとにかく主人公オリバーを演じるバリー・教ョから、えー、目が離せません。うん 聖なる鹿殺しやイニシェリン島の精霊でも顕著だった紀陽岩の不安定で得体の知れない佇まいは本作では変態的な一気まで昇華されたといっても過言ではないでしょう、えー、そして鏡や隙間越しの演出立てながらスタンダードサイズの画面も相まってそんな変態的バリー紀陽岩を我々もまた覗き見ているような感覚になるのですうわーキモいうわーやらしいもううわーもっと見ていたいそんな興奮すら覚えます、えー 階級社会風刺だとしたら弱いかなとか最後はネタバラシを説明しすぎじゃないなど気になる点もありますがルックの良さとフェティクッシュな魅力にあふれたた本でしそんなソルトバーンについてはもう1本ですねアメさんから是非押木さんのお話を伺いたいと<あ>、はい、SNS でロッキーホラー賞との類似性について言及されてたかと思いますがいかがでしょうかはい、はい はい、アメリカでも大変話題になっており、特にあのバスタブでのシーンについては大騒動かつネットミーム化しております。うん、邪悪なバリエー教がの目に吸い込まれるかと思った傑作でした。それとバーン、うん、それとバーンって、これはどんな話なんですか。それとバーンはですね。はい。えっと、このね、あの貧乏な家の出たっていう。バリエー教官が。うんはい、オックスフォードかな、ケンブリッジかどっちかで。はい、あの貴族のすごい未成年と。 仲良くなるんですよ、うん、でその未青年めちゃくちゃみんなから人気なんだけども、うん、で卒業した時になんかひと夏自分のや館で、うん、まあ仕事3日まで過ごさないかって言われて行、うん、くんですよ。でそこにはその貴族のお父さんとお母さんがいて、えー、と妹がいて、うん、でそれからお姉さんがいてそれから、えっとまあ、執事がいてとか、まあ、そういうところに行って、うんはい、で行くんだけどもそこで実はそのバリーキョガンが。 一人一人手ごめにしながらどんどん陰で <laughs> あの実はその力を握っていくっていうかいろいろねマニュピュレーティブな人間だっていうことがだんだん分かってきてみたいなそれがどうなってしまうのかみたいなそういう話なんですよ。でこれは僕は見てた時にうちで見ててなんかちょっとこれロッキーホラージンみたいじゃないっていう話をなんかしててで,でもまあでもとか言って妄想だったりしてとかって見てたら。 いや妄想じゃないだろう、これはと、うん、明らかにこれちょっとロッキーホラージュ読みが強いなと思ったら、うん、とある、まあ、その、うん、えっと。 あそこにいるいとこかな青年の部屋に行って夜にね手ごめにするシーンがあるんですよバリキューが。そこがね青いガラスをバックにシレトで映ってるとこが完全にロッキーホラーショーでブラッド・メイジャースをフランケンフルターがやりに行ったシーンと同じ構図と同じ色でこれはもう間違いなく分かってくる加減だってね。でそれ以外にも例えばそのエディのテディ・テディ・ビアがすごく重要な役で出てくるとか。 それからそのままたバイクが置いてあったりとかする大昼間に、うん、<laughs> まあいろいろロック橋フラッシュやの目配せいっぱいあるんだけどもそれよりも何よりも。はい その男女問わず端から手ごめんにしていくっていうのがロッキーホラー賞のフランケン・フルターと全く同じでしかもマニュピュレーティブだしその自己憐憫も強いタイプなんだけどもロッキーホラー賞はフランケン・フルターが最終的にそれでまあ負けるっていうかまあその自己自得で負けてしまうみたいな話なんですけどもそれが勝ってたらみたいな話なんだよね。で,であの相当好きなのはまあ間違いないと言っていいと思うしでも終わってから俺もちょっと気になったんであの英語であのロッキーホラー賞 あとソードバーンとかやって調べたらやっぱレディットとかの結構言われてるところでは、うん、あとはそのま,まともな批評でも見てる間中ロケオナションがちらついて仕方がなかったとか割とあってですね、はい、結構それは共通認識としてあると思うしそれと別にそのさっきしたバスタブのとことかはこれうちの奥さん言ってたんですけどあれは多分ジョン・ウォーターズとかも好きで、うん、なんか割とそういうあの見てる人がうってなるようなものも入れてきてるんだからミッドナイトシネマがすごい好きなんじゃないかなっていう気はちょっとしたんですよね。っていうようなことがあってでだからまあその本当にね 細かかくっていうか一つ一つ細かく言ってたら六京ラジオとの共通点というかこれは多分六京ラジオとこういう関係性があるんだっていうことが言えるところはいっぱいあるしそのだから構造自体がそうだしキャラクターキャラクターも結構そ,のそういうキャラクターがいくつも出てくるっていうこともあるのであのまあだけどその全くそのなんていうのこうわけの分かんないおまじとかじゃなくて多分その完全にその自分のものにしてまた別の話を語ってるっていう感じでしたけどね。 そんなバスタブで大変なことが。バスタブではちょっと大変なことですね。ああそうですか。これはうってなったか。ああそう。これシリーズなんですかね。あ違う違う。これ単発の長編映画。へえ。二時間二十分ぐらい。ああそうですね。ああそうですめちゃくちゃ面白いですよでも。確かにさっきのお便りもあったけどさ最後のネタバレしがちょっとくどいっていうのはまあ僕も一緒思ったんですけどでもあれぐらいやんないとダメなのかなっていう気もするしまあ微妙ですけどでもすぐも楽しめる映画ですよ。なるほどね。はい。 はい。というところでございます。これはもう単発だったらすぐ、すぐ、すぐ、すぐ見るかだな。すぐやるかで、すぐ見よう。っていうことでございます。それとばん。最後のモザイクは許さんって言ってる。あ、そうなんですよ。あれね。あ、そう、あいうの本当よくないと思う。うん。目を細めて見るか。今日が、すごい頑張ってんのよ。っていうことね。あ、そこでモザイク入れたら、台無しですよ。本当に。うん。相変わらず、そういう問題が。あるのね。はい。 そして、えー、とこれはこれから見られるやつ、うん、近日中に配信予定の作品はいおすすめ何、うん、といってもネットフリックスで3月から配信予定の3体はい、はい、映像化権を持っている会社の社長が関連会社の別の社長を特殺した容疑そういう嘘みたいな事件のせいで長らくリリースが遅れていたんですがこのたびようやく配信開始となるようで安心しています3体シリーズが特に面白いのは第2部なんですが 今回映像化されるのののは第1部のみとのことこ人気が出れば第2部の映像化も期待できるのでぜひ皆様に見ていただき番組でも何らかの形で取り上げてほしい作品です。 内容については以前番組でちらっと原作を勧められていた柳下さんにお任せしつつ。パワポの一ページに収まるように、この辺で失礼します。頑張ってください。ありがとうございます。読まなきゃな。面白いでしょう。ずっと逃げてきたんですけど。逃げてきた。うん、読まない。えっと、ネットフリのやつは。はい。あ、これ違います。あ、これ違えじゃん。これ多分あっちゃない。あの。中国版じゃないかな。中国でもドラマがあって。これ A. I. くさいな。なんか僕間違えたかもしれない。ですよ す、うん画像間違いかもしれません。えとリーが3月、それはね、えっと、舞台がイギリスになってんのかな、うん、でこれともかく、これそのえー、なんだっけなんか、ね、どんどんね、科学者がね、編集といとか自殺して頭がおかしくなってあの、世界のトップ科学者たちがどんどん死んでいくっていう、自殺したりとかするっていう事件が 連続事件があって、はい、で誰かが何者かがその科学者を狙って、えー、あの暗殺計画を進めてるんじゃないかっていうことを、まあ、あのん考えた、うん、人間が捜査を進めると思わぬ真相が <laughs> 浮かび上がるっていう話なんですけど<ー>まあ面白い<ー>話はめちゃくちゃ面白いです。でまあ、その大はは実はその文革ちゃんとこれ、ねえーっと 中学でもともと文学がネタになってるっていうのはすごかったんですけどちゃんと,、えー、とドラマでも予告を見る限りでは、えー、ネットフリー版も文学のせいでやってる文学でその要は人間の,あの醜さというか人間性に絶望した、うん、あのすごい優秀な科学者の女性がいて、うんまあ、彼女がまあ,あの やってはいけないことをやってしまうという、そのせいで地球にあの侵略、地球への侵略が始まるという話なんですよね。はい。ええ、ちょっと読んでみよう。そう、面白かったし。あっという間に読めちゃう感じ。あっという間に読めましあの、まあ今の今の SF なんですけど、やっぱり宇宙、なんだろう、やっぱりなんか SF ってそのこういう宇宙戦争みたいなバカバカしい話じゃないと、やっぱりダメだねっていう感がする。ああ、なるほど。 誰でも分かる面白さのある SF なんでこれは本も読んでほしいしドラマはまだこれじゃないですね。なるほ Hulu には中国版がワわわがでかなわがでやってんのかな中国版の方が原作にはもちろん忠実だとは思うんですけど。 でもよくね、そのぶまあ、文学で人間性が破壊されてみたいな、ね、人間性に絶望してみたいな話なんですよ。うんうん、な,るなるほど。中国文学はいいんだ、それは許されるんだと。確かにね。ドラマでもね。なるほどね<う>、はい。で、ネットフリックス版は第1部のみ。1> 第一部がとりあえずか、映像と。なるほど。さすがにね、これね第、まあ、一応3部作なんですけど、はい、第3部までいくと、ちょっとあのなんか。 銀河,銀河大戦銀河大戦っていうか<ー>なんか銀河中であの空間を歪めてみたいな話になるんでさす<ー>が難しいにね大幹部までは行、いね、かないんじゃないかわ分かんないけど、はい、意外といいところがありますけどねあとは第2部に行くとあの、えー、萌えキャラがあの、えー、と三大人が日本に送りあ地球に送り込んでくる、はい、どう見ても栗山千秋としか思えないあの もうキャラが出てくる。ええ、それはおすすめですね。なるほど。ぜひ。はい。いや、それも楽しみ。できるがでっかくなっていくんだよな。もう土地くるで全部やってほしいですね。あの実写化ね。ぜ、ぜひとも。はい。うん。ということなんでございましたよ。はいはい。配信シリーズについて、配信作品ね、映画ドラマ問わずですね、いろいろ皆さんから教えていただきましてですね。 これちょくちょくやってもいいよねこの回ねいやそうなんです、うん、実はねなんかお便りいっぱいめっちゃいっぱいもらって暑いのあってそうなんですよそうですあのなんか私,私のせいで ちゃんとあのアライブフンを見てくれた人がいて熱いお便りをいただいたんでなう嬉しかったですとかねますあのー、まだね全然紹介しきれてないのでこれ第2弾を近々近々やいただいたやつも含めてねやっていきたいなと思います、うん、そういえばですからその Netflix で見られる韓国ドラマとかっていうのもね、うん、おすすめいっぱいいただいてたりとか。うん

はい、なのでお便りたくさん頂い,いてありがとうございました、うんうん、えまたあの機会にちょっと別の機会に紹介をさせていただきますよとりあえずそれまでは今日の、えー、マイリストね、うん、皆さん更新していただいたやつを見てね待っててくださいねっていうことですね、うんうん、はいお願いしますでございますも頑張ってみまますすいよ <は>いブラックミラーあったね、ブラックミラーね。ブラックミラーね。ブ,ブラックミラーはね、好きな話とそうでもないのの落差は激しいけども、でも、まあ、それはまあ、面白いってことなんじゃない。の大好きですけど、好きな話はね。 バンダースナッチみたいなのまたやんないかなバンダースナッチっていうのはやばくってブラックミラーのとあるエピソードなんですけどあれですよゲームブックと一緒でんかバチバチやるそれででんかそれ分岐を全部図にした猛者がいたんですけどすごく多いんで結構全部みんな大変だと思いますけどねなるほどねバンダースナッチあってなそうそうラストオーバースっていうのもいいっていうのはねお便りでいただきましたけどねいろいろあるいろいろあるぞ大変だもうねえしょ 頑張ろう。頑張ろう頑張ってテレビを見る。頑張って。っていうことでございまして。今、面白いものがいっぱいあるってことですね。まあ、それでさらにね、古い映画もいっぱいあるわけだから、もうね、時間がいくらあっても足りない。そうですよ。大変。ということです。はい。そしてお知らせです。こちらです。DVD& 動画配信データ。まさに配信作品のこともいっぱい載ってるよっていう、この DVD 動画配信データは毎月二十日発売ですので、もう発売中。 ですはい、ブラックホールコーナーもございます。よろししくお願いしますぜひお求めください。えっと、はい、ね、ユーネクストで読めたりするとか、あとんだろう、ドコモの、えー、D バガジンを読めるとか。の 配信、配信というか、映画だけじゃなく、ドラマだけじゃなく、ブ v d 配信データも配信してます。なんで、このポイント何に使うんだべかと思ってる方は、ぜひ、買っていただいて、それでっていうことですね。はい。そして、来週です。どんあ、出た。来また。哀れなる者たちと。 ヨルゴスランティモスの世界。大丈かな見返さなきゃいけないのいくつかあるんですけど。ランティモスの、あまりの者たちはね、まだいいんですけどね。ヨルゴス・ランティモスの世界の方がちょっと不安ですね。頑張ろう。ブラックホールもいろいろ企画を考えて、今、温め中ですので、いろいろやっていきたいと思います。気にしてます。 あ、ユーネクストはポイントはいらない雑誌読むのは。そうなんの?。いや、あの、まあ、ポイントいるやつもいるんだけど、本、本とかはね、多分雑誌はいらない。へえ、そうですか。じゃあ、読み放題みたいな。じゃ、それで皆さん、はい、あの、読んでください。アマゾン、アマプラも、入ってるのかな。アマプラちょっとは別なのか?。アマゾンの読み放題は。ああ、はいはいはい、あれはなんだっけ、キンドル。キンドル。管理みたいなやつかな。うん。ってことです。いろいろ読み方が、読みようが。 あるポイントぜひ読んでくださいね。うんはい、で来週は「哀れなる者たち」はい、これはもう公開中かな、はい、もうやってるのかなはいはいご覧になってまたお便りをお待ちしております。はい、特にそのヨルゴス・ランティモスガチ勢の方からのかなちなみにこれはさっきの「ロッキーホラーショー」みたいな、あのー、あれとはちょっと違くてでもそうとも見えるっていうんで今あのジャンル映画界隈で微妙に言われてるのは「哀れなる者たちは」は似てる映画は。うん ロッタのフランケン・フッカーだと言われてますんであそれもね口がね、口もあるしいろいろ話的にもねなんでフランケン・フッカーだと言われてますフランケン・シャインの話ですかねご覧くださいと言いますねそれいいね何あの実は何だだっていう話に似てるっていうねそれはいろいろできるかもしれないはい。 ということでございました。はい。ですので、また来週ね、え金曜日8時に、またお目にかかります。はい。あと、なんだっけ、チャンネル登録、いいね。いいね。それから、お知らせをオンにするなどなど、えねはい。お願いいたします。あと、今日もスパチャ相当、本当にいつもおいいたまありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでございました。また来週、この時間にお目にかかります。それでは。 はい、失礼します。ブラックホール